手帳の紹介なんですけれども、こちらのほぼ武藤の全生涯にわたってと書いたものですので、もちろん、中でも、この部分を重点的にっていうのはあるんですけれども、武藤の全生涯をほぼカバーするような形にはなっております。なので、本の紹介をしながら、まあ、大体武藤の人生をたどるような形になるかなというふうに思っています。でですね、あとまず、目次、ご覧いただきたいと思います。第1章から終章まで、軍人としての武藤の誕生から東京裁判での軽視までですね、扱っております。でまず前提として、武藤明とはどのような人物かということをお話しさせていただきます。明治25年熊本県生まれ で陸軍地方4年学校、これは熊本にある熊本4年学校ですね、から陸軍士官学校陸大、卒業して、で主に彼は中央部ですね、教育総監部ですとか、陸軍省あるいは参謀本部といった、軍の中央部の要職を幕僚として歩んでいきます。彼自身はですね、自分でもこちらの事例の中でもちょっと悔いてるといいますか、残念がってるんですけど、部隊長勤務というのがあまりなくてですね、ほとんど、まあ、参謀ですとか官僚としての勤務で、生涯を過ごしました。戦争中には一度だけスマトラの、近衛師団長として勤めるんですけど、それが、部隊長勤務としては唯一だったですね。で彼はそれを折々にちょっと病気になったりして、部隊長勤務ができなかったことを自伝でも悔いています。でですね、一般的には永田鉄山ですね、この方も永田という人物も、まあ、軍務局長になるんですけども、彼と武藤は親しい関係にありまして、武藤は永田に敬事するといいますか、まあ、尊敬していて、で永田の方も武藤の能力を、まあ、認めるという形でかなり両者近しい関係にありました。ただこの永田鉄山はですね、まあ、ご存知かと思うんですけども、昭和10年の8月ですねに、相沢三郎という、まあ、これも行動派と一般的には言われている派閥に、まあ、属するといいますかの青年将校相沢三郎に殺害されてしまいます。でこの時にちょっと先走ってしまいますけど、この時に永田が殺害された時に真っ先に駆けつけて、その血まみれの体を抱き起こしたうちの一人が武藤なんですね。このことはちょっと彼の後の青年将校に対する意識にも影響を与えたと思います。はい、すいません、第1章からですね、いきたいと思います。武藤の生い立ちなんですけど、彼は、まあ、先に述べましたように熊本県に生まれまして、で彼のお母さんが大変、軍人のことを好きだったと。で男の子は軍人にならなければならないということで、武藤を、軍人として育てるように してました。やっぱり家というのは武藤家は結構な、まあ、旧家といいますか、かなり大きな家なので、まあ、家督は長男が継がなければいけない。で武藤は長男ではなかったので、まあ、母親の希望で軍人になったというわけですね。で、はい、彼はそれからまた、母の、姉ですね、つまりおばの井上家というところに養子に入って、この井上家というのが軍人の家庭なんですね。なので軍人になるには軍人のところに行った方がいいだろうということで、井上家の養子に一時期なります。だから幼年学校時代ですとか士官学校時代ぐらいまでは武藤明ではなく井上明という名前で、名前が出てるんですね。で彼はそのまま幼年学校士官学校で陸大に行くんですけども、まあ、陸大の時に、第一次世界大戦およびその影響としての、まあ、大正デモクラシーですね、いわゆる有名な大正デモクラシーというものが一世を風靡します。でこの時期に武藤は、まあ、陸大多感な青少年の時期なんですけども、彼自身世の中のいろいろな問題、まあ、軍人に対する、世間の蔑視ですとか社会問題、そういうものについてかなり、悩んでいたというか、考えるところがあったようで、自身の自伝でも自分は軍隊を辞めようかどうか悩んだということまで言ってるんですね。これからちょっと分かることは、まあ、武藤だけではもちろんこういう人物はないんですけども、武藤が一時期、まあ、軍隊から離れて社会問題、あるいは政治に対する、強い意識をこの時持ったっていうことは、彼の特徴ではないかなと思います。彼は結局、
母親がやっぱり悲しむからということで軍隊を辞めずに、その軍人の道を歩むんですけども、ここで強く社会に対する問題意識を持ったというのは彼の人格形成の一つではなかったかと思います。それですね、彼は陸大を出た後に、陸大の専攻、さらに専攻というものに進んでおりまして、これは今で言えば大学院とかそういうふうになると思うんですけども、1年間好きなテーマを選んで研究していいっていうところに進むわけですね。でその中でここにちょっと書きましたが、クラウゼヴィッツ孫子の比較研究、要するに西洋の兵学家であるクラウゼヴィッツと東洋の兵学家である孫子を比較研究して、比較研究するというのが彼のテーマでした。で彼はここで、クラウゼヴィッツというのは非常に難解で、もともとこの彼の戦争論というのは原稿がまとまってない状態だったんでかなり難しいんですね。クラウゼヴィッツ孫子の比較研究の中では、クラウゼヴィッツという戦争論は日本でもまだほとんど読まれてないし、翻訳しても難しすぎるっていうふうに語っています。で孫子を合わせてこれら2つを日本なりに私欲というんですかね、高めていって日本独自の兵学軍事戦略みたいなものを作り出していくのが我々の使命であるというようなことを書いてます。ここから分かるのは武藤のいわゆる学級的性格と言っていいのではないかと思います。彼は若い頃から大変読書が好きで、自身の自伝でも述べているんですけども、小説ですとか、文学方面とか、軍事はもちろんだと思うんですけど、政治についてもかなり読んでいた方だと思います。それでここでもそういう性格というか成功がちょっと出てきたのかなというふうに思っております。ですみません、第2章に進みたいと思います。派閥構想についてですね、昭和8年頃からの陸軍の中央幕僚間での派閥構想が激化します。いわゆるこれは統制派対行動派といわれるものですね。ただですね、この統制派行動派っていうのも一般的に分かりやすいんで結構これが使われることはあるんですけども、研究者の方の中ではこういう分け方はちょっと適切なのか不適切なのかっていうのはなかなか議論の分かれるところでして、ここでは分かりやすくとりあえずこういうふうな分け方をしますけども、これがちょっとスタンダード、研究者間でのスタンダードとはまたちょっと違うということをご理解いただければなと思います。一般的に統制派と言われるのが先ほどお話した彼の武藤の掲示した永田鉄さんですね。あとは開戦の時の首相の東条英機で、武藤、それから片倉忠志などという人物で、行動派と呼ばれるのが荒木貞夫、正木仁三郎、小畑敏郎などですね。この小畑という人物は永田と陸士の同期生で、いわゆる彼と岡村康次、永田を3人揃えて16期のサンバガラスなんて呼ばれた人たちですね。で、すいません、で永田はですね、軍務局長になった後、荒木や正木を軍から、彼らは荒木は陸将ですとか正木は教育総監という重要な職にあったんですけども、結局軍から退くことになると。で永田はその荒木正木を慕う青年将校から、永田正木を追い出した黒幕ですね、つまり永田が軍の中央で青年将校にとは敵対する荒木正木を追い出した悪いやつみたいな感じですね、なふうに思われてしまうんですね。怪文書がいくつか流されまして、そこの中で永田が黒幕であると。でそれを信じたといいますか、荒木正木に近いといいますかね、彼らに失職する相沢三郎陸軍中佐に殺害されます。で武藤は先ほど言ったようにこの時永田の部下という形で勤務していまして、永田の死を直接目撃します。やはりこれは失礼しました、武藤の感情に青年将校に対する強い怒りというか、そういうものを植え付けたのではないかというふうに思っております。で翌年ですね、昭和11年2月26日に226事件、有名な226事件が発生いたします。でこの時武藤は軍事課というところに勤務していたんですけれども、彼もちょっと狙われかけたということで、
一時期と言いますか、すいません、彼たまたま奥さんの奥さんが入院してまして、そのお見舞いに行っていて遅れて、登庁したと。それで、まあ、狙われずに済んだみたいなことを自伝にも書いてるんですけど、で彼は軍事課を、まあ、課長の代理として、まあ、討伐、反乱を鎮圧するという方向にまとめて、以後はその、後始末やそういうものに、全力を尽くすことになります。でですね、まあ、相沢三郎という人物は、まあ、その青年将校の中の一人だったんですけど、まあ、相沢は40過ぎていたんで、それを青年と言っていいのかどうかというのはちょっとあれなんですけど、まあ、とりあえずその226を起こした青年将校たちの仲間の一人 で、まあ、その先駆け的な行動として、永田の殺害に及んだという部分がありまして、226を、まあ、調べる際には永田の殺害っていうのは重要なファクターの一つとしてよく研究されますね。で、まあ、事件終了、終結後の武藤なんですけども、新しく陸将となった寺内久一ですね、寺内正孝の息子で、まあ、後に元帥にもなる人物ですの元で、広田幸喜ですね、外交官の広田幸喜の組閣に介入します。要するにこれこれのメンバーだとちょっと軍隊は納得できないというような形で、まあ、組閣に介入すると。で、まあ、ここで武藤だけではないんですけど、陸軍側が軍部大臣現役武官制を復活させます。これは有名な、まあまあ、戦争への道筋の中でよく語られることなんですけども、要するに軍部大臣、陸軍大臣、海軍大臣は予備役とかではなくて現役の大中将しかなれないと。要するに軍部が大中将の大臣を出さないといえば内閣が組閣できなくなるというふうに言われている制度といいますか、それを一時期廃止というかなくなっていたんですけども、寺内の下で復活させます。でこれがですね、予備役に追い出された行動派の復活、予備役のままで軍部大臣になれるとなると、一度追放された行動派のメンバーが復活しかねないというのを阻止するために、これを復活させたというふうに言われています。で武藤自身もそういうふうに書いてあります。でですね、当時はまだ226事件を起こした青年将校に対する同情の声みたいなものが結構ありまして、で武藤の組閣への介入っていうのは彼らのガス抜き的な役目として、軍の望む人物といいますか、そういうものを、組閣の中に、入らせるということもあったようです。で武藤自身はこの軍事課にいた1年間を終始不快な月日であったと。まあ、彼にしてみれば尊敬する永田が殺害されて、で、まあ、軍隊の反乱が起こってということでしたので、月日であったというふうに述べています。でこれから武藤は昭和11年の6月ですね、事件終結後です、関東軍の第二課長として満州国へと赴くことになります。で、すいません、第3章ですね。で関東軍での武藤なんですけども、どの第二課っていうところは、まあ、情報関係を取り扱っていた部署なんですけども、ここで内蒙工作というものに関与することになります。で内蒙工作っていうのは内蒙古ですね、モンゴルの一部なんですけども、を、まあ、独立させようと、まあ、それは要するに関東軍の勢力圏といいますか、日本の権益の中に収めようという考え方なんですけども、この中で一人の蒙古の王族を担ぎ上げて、徳王という人物ね、徳川家康の徳で書いて徳王という人物を、まあ、担いで内蒙古を独立させようという工作に武藤も関与することになります。それは、まあ、水淵事件という、まあ、徳王の部隊が水淵省というところに、軍隊を引き連れて、侵入するという事件が起こるんですけども、これに武藤が関与していたというふうに言われております。もちろん関与はしていたんですけれども、ここでまあちょっと出てくるのが田中隆吉という人物ですね。この人物が徳王の工作については主要な担当者だったというか、主に工作を進めていた人物なんですけども、彼は後に東京裁判でも今日内村先生のこちらの
戦争と鎮魂の中でも出てくるんですけども、東京裁判で東条英機ですとか武藤明に対して、まあ、彼らのことを告発するような証言をかなりするんですけども、ここでもこの内門工作で武藤が強硬にやることを主張したというふうに言ってるんですけども、徳王側の証言を見てみますと、工作を主に進めていたのは田中隆吉だというふうに書いてあるわけですね。つまりですね、田中隆吉は自分でこの内門工作、徳王を担ぎ上げることを主張していながら、後々それを武藤の責任だとして告発していたわけです。失礼しました。で、まあ、結局この工作は失敗に終わります。中国側に撃退されて、結局まあ敗北するというか、そういう形で終結するわけ でここでの武藤はまあこういうことがあったんですけど、彼自身はあんまりこれまで中国関係の職業といいますか、部署に就いたことがなくて、ちょっと中国に対する理解がまあなかったというか、あまり深い理解力があったわけではない、知識があったわけではないというふうに言えると思います。これは今後の日中戦争の勃発にもちょっと関係するかなというふうに思っております。でこの後ですね、武藤は参謀本部の作戦課長になります。作戦課というものは参謀本部の中でも特に大事な第一部、作戦部ですね、の中に作戦課というところがあるんですけれども、この部署がちょうど武藤が赴任する直前に石原莞爾の手によってちょっと改変されたんですね。今までは第2課というものが作戦課だったんです。ところが石原莞爾は第2課 のところに新しく戦争指導課というものを作るんですね。これからまあ国家総力戦の時代であるから、長期的な視野を持って戦争計画を立案するみたいなことを主な仕事とする戦争指導課というのを石原莞爾が首相して新しく作ります。でこの戦争指導課なんですけども、石原莞爾自身が初代の課長になって、それからまあ武藤の時まで、で武藤 これまで第2課だった作戦課は戦争指導課が創設されることによって第3課になるんですね。これがちょっとまあ複雑というか面倒なんですけど、これ後に戦争指導課が戦争指導班に格下げされた時にまた作戦課は第2課に戻るんですね。ちょっとこの時だけ一時期だけ作戦課が第3課に移動したという形でちょっと複雑なんですけれども、ちょっとその辺を頭に置いていただければなと思います。で、まあ、武藤は第3課長として新しく参謀本部に来るんですけども、まあ、石原自身は武藤のことを、武藤はね、あいつは自由主義者だけれども仕事をさすのならあいつだから第三課長にしたんだよと、まあ、参謀本部の中心となる部署ですので当然仕事の量も多いし、重要度もすごく高いです。でそこで石原は、まあ、武藤の、まあ、思想的な面にここで自由主義者と言ってるのがちょっと面白いんですけども、武藤が自由主義者っていうのはあんまりイメージ的にないかもしれないんですけども、石原自身は武藤のことをそういうふうに見ていたと。でこれはあるいは彼の幼少期からの読書経験とかそういうのから得た幅広い考え方みたいなものが周りにはそういうふうに取られていたのかなというふうに思います。でところがですね、武藤が第三課長になってからしばらくして盧溝橋事件が発生します。まあ、これも皆さんご存知だと思うんですけども、中国で、まあ、日本軍と中国軍がこれはまあ偶発的とか、まあ、今陰謀論なんかもいろいろあったりしますが、まあ、偶発的な衝突をしてしまったと。でこの時にですね、石原莞爾は事態はまあさっさと収めようと、早くまあ和平的に解決しようというふうに考えていたんですけども、武藤と彼の陸士同期で当時軍事課長だった田中新一という人物がいるんですけども、この人たちは権益、日本の権益が危うくなるし、向こうにいる兵隊も危ういので、一気にここで、軍隊を動員してこれを片付けてしまおうというような主張をします。つまり石原莞爾たちは、まあ、事変不拡大派ですね。ここにあるように石原莞爾と、当時の戦争指導課長の川辺寅四郎、あるいは軍務課長の柴山健四郎なんていう人物が、まあ、いわゆる不拡大派といわれる人物です。
で拡大派が今言った武藤とか、田中ですとか、まあ、他にもたくさんいるんですけども、と重要な地位にいたのはこの2人かなというふうに思います。で石原と武藤の対立というのは、とかなり、激しくなってしまいまして、ついに石原と武藤の間で君が辞めるか僕が辞めるかどっちかだ、要するにあのこのまま意見が対立するなら僕か君かどっちかが、まあ、今の立場から退けというような対立に陥ります。で結果として石原は先に関東軍の参謀副長ですねに転出することになります。で武藤もですね、あの新しく中品方面軍というのが新設されて、これは要するに日中戦争を戦うために新しくできた軍隊なんですけども、こちらの参謀副長へと転出することになります。はい、すいません、次第4章に移りたいと思います。新体制運動ですね。で昭和12年の11月から、つまり事件が勃発、失礼しました、事変が勃発したのが昭和12年の7月なんですけども、その数ヶ月後に武藤は中品方面軍の参謀副長になります。で昭和12年の11月から14年の8月まで約2年間ほどですね、中国での作戦参謀として従軍することになります。で武藤が陸軍省軍務局長になったのが昭和14年の9月からですね。でこの大陸での戦いで武藤は当初やっぱりあの中国側をちょっと甘く見ていた節があって、日本からまあ師団を動員して叩きつければ、まあ、すぐに型はつくだろうというようなことを主張していました。ただですね、実際に戦争が始まってみると全くそういうことはないと、どんどん戦線は拡大してしまう。で実際に武藤もこの時2年間戦ってもまだ戦争は型はつかなかったんですね。で武藤はその参謀の時にこういうことを言ってますね。どうだろうかね、いくらやってもダメというのなら国としても考え直さなければなるまいがのと。でこの時武藤はこの前に、早い時に戦を始めてよかった、あと10年遅かったらえらいことになってたというふうに言ってるわけですね。これ要するに中国側がすごく強くなっていると、国力も強くなっている、国としても成長している、それをあと10年待って戦争が なってたら日本はもっとまずかったというようなことを言っているわけなんですけども、これは要するに、戦争を、まあ、推進したといいますか、強硬派だった自分の過去の言動をちょっと正当化するようなものがあったんだと思います。で一方でただ実際に戦争が終わらないっていうのを見て、いくらやってもダメというのならというセリフになったんだと思います。ここから武藤はですね、まあ、軍事力のみによる、蒋介石政権の打倒にちょっと、限界を感じていたというか、まあ、政治的な、日本の国を挙げて政治的に解決しなければ戦争が解決し、戦争の型はつかないというふうに考えていたというふうに考えられます。すみません、次にしますね。でですね、武藤それから軍務局に、失礼します、陸軍省の中でもさっき参謀本部の中では作戦部が大事という話をしたんですけども、今度は陸軍省の軍務局というところに軍務局長として来るわけですね。これが参謀本部の第一部に当たるかなというふうな感じで、非常にこれも重要な場所です。政治と、陸軍省の中でも、まあ、予算ですとか、まあ、政治ですね、外部との折衝ですとか、陸軍大臣を助けて政治的な動きにも関わることになる陸軍省の中でも一番大事な部局かなというふうに思います。まあ、もちろんその立場としては他の局長と一緒なんですけども、非常に重要な部署であるというふうに思います。でここでですね、陸軍大臣、当時は畑俊六という人物ですね、との政治的な幕僚というか参謀となって、議会折衝ですとか、外部との折衝、そういうことに関わることになります。で当時ですね、元首相の近衛文麿、大臣近衛内閣はもう終わってるんですけど、の新体制運動というものに関与します。要するに政治的に日本の体制を刷新して新しい国際問題に対応していこうみたいなことなんですけども、そこで武藤は近衛の担ぎ出しというか、そういうのにも協力することになります。でですね、軍務局ですとか、軍務局の会員ですとか、若手の官僚、国策研究会というシンクタンクがあるんですけど、そういうものを通じて総合国策10カ年計画というものを策定します。
でこれはまあここに書いてあるように大東亜共栄圏の建設ですとか日中戦争の長期解決方針みたいな、あとは外交での性質というものを盛り込んだ、ものなんですが、これが抽象化されて第二次五ノ井内閣の総合国策基本要項となります。でまあここで武藤は大きな存在感というかそういうものを発揮することになります。第5章ですね、すいません失礼します。で今度、日米交渉ということなんですけども、まあ、当時、昭和15年9月日独伊三国同盟が締結されます。松井さん時間大丈夫ですか。すいませんちょっと喋りすぎましたんでちょっと早めに行こうかと思います。申し訳ございません。日米同盟、三国同盟が締結されます。で武藤の、ある時の局長会合会議ですねでの発言、本条約は日米戦争を目的とするものではなく、あくまでこれを回避する目標とする、要するに武藤個人の考え方としては少なくとも日米三国同盟というのは戦争をするためのものではないというようなことを言っていますね。でそれから次仏印進駐ですね、今の、ベトナムですね、フランス領インドシナと言われた場所ですね。当時はカンボジアとかラオスとかもフランス領インドシナに入っていたんですけども、北部仏印ってなると今のベトナムの北部ですねに、まあ、日中戦争解決のため援償ルート、まあ、蒋介石を援助するルートがここにあったので、これを遮断するために、日本軍の進駐を行います。で北部ただし、この北部仏印に兵力を進駐させた際にですね、これアメリカの反発を招いてしまいまして、くず鉄の輸出禁止ですねを取られてしまいます。で昭和16年7月になるとさらに、日本軍は進出を強めます。で今度は仏印南部、進出をするんですけども、でこれはですねさらなる、東南アジアの方への、出ていく足がかりともなるというふうに見られています。で昭和16年の8月になるととうとうアメリカの方は石油ですね、日本はアメリカに石油をかなり依存していたので石油が全面的に禁止されてしまいます。これはかなり日本にとって痛手といいますか、まあ、戦争への一里塚といっては言い過ぎかもしれないんですけども、戦争を決断するための、重要な要素になったと思います。で、はい、日米交渉ですね、すいませんちょっと時間関係が前後してしまいますけど、昭和15年の末期よりですね、2人の神父アメリカのウォルシュとドラウトという人物が来日します。で彼らは日米関係改善のために、民間ながら交渉の下地を作ろうというふうにしています。で彼らは元大蔵官僚の井川忠夫という人物でね、それを通じて政財界の要人、この中には近衛文麿ですとか、あと松岡洋介あるいは武藤も含まれます。で彼らはそういう人物を通じて日本の希望というものを汲み取って、それをアメリカでまた成分化して日米交渉の下地にしようというふうに目論んでいました。それから彼らがアメリカに渡るときに、陸軍省の軍務局からは部下の武藤の部下になる軍事課長の岩倉秀夫という人物を派遣しまして、で日米了解案というものが作成されます。で、まあ、当時、大使だった野村吉三郎、この人は海軍元海軍大将予備役ですねの人がを通じて、アメリカのコーデル・ハル、国務長官に了解案を提出します。でまあ、これを野村はアメリカ側の提案として日本に知らせるわけですね。で武藤はこれがアメリカ側の提案として来た時に、これで日本は救われたと思ったというふうに回想しています。ただこの時春は4つの原則、ここに書いてある全ての国家の領土と主権を尊重することを含めた4つの原則を、まあ日本が承知するならこれで交渉してもいいよというふうに言ってるんですけど、野村はそのこれを伝えてなかったんですね。これを伝えてしまうと交渉が進まなくなるという考え方だと思うんですけども、それからそのためにこの条件を伝えてなかったと、つまりここの時点で日本とアメリカの間にはコミュニケーションギャップといいますか、考え方の違いが生まれてしまったわけですね。で、まあ、当時もう第二次近衛内閣だったんですけど、加えてですね、外遊中の松岡洋介がですね、彼は三国同盟を結んでかつ日ソ中立条約を結んで帰ってくるんですけども、この交渉というのが松岡に、内緒でというか、あまりちゃんと知らされてないうちに進められていたので、彼はこれに反発するわけですね。で、まあ、返事を出すのはもうちょっと後でというふうにして、で結局5月に返事を出すんですけども、これがかなり、アメリカ側を牽制するようなちょっと強気な内容になってしまって、この了解案での交渉は、頓挫することとなります。
で、あの独ソ戦闘第三次近衛内閣で、昭和16年6月22日に、ドイツはソ連軍への攻撃を仕掛けます。でミュトー自身は、当時、ヒトラーはまだイギリスと戦争をしてまして、でイギリスを攻略できないでいたので、気でも狂わない限り独ソ戦を始めることはないだろうというふうに見ていたんですね。で、まあ、軍務局もそれは同じで、でかつ、まあ、ソ連はそう簡単には降伏しないだろうという目算のもとで計画を立てていました。ただ参謀本部も当初はそういうふうに見てたんですけども、ドイツがまあ快進撃するものなので、ソ連が早期に打倒されるだろうと、ならば日本もこの機会に、まあ、ドイツにこうしてソ連を打倒しようというふうに主張をします。でまた、あの外遊中にスターリンと会談して中立条約を結んだはずの松岡洋介も、あのドイツに習ってソ連を早く攻撃しろと言い出すわけですね。で、まあ、こういったあの閣内での対立もありまして、近衛文麿は、まあ、日米交渉の行き詰まりなどにも直面して、松岡洋介を更迭するために、まあ、当時の憲法下ではあの首相があの大臣をクビにすることはできないので、まあ、一旦全部総辞職して、で新たに第三次近衛内閣が誕生するという形になります。ですみません、次、東条内閣の成立ですね。で近衛自身は第三次内閣でですね、ルーズベルトとの直接会談によって事態の打開を試みようとするんですが、アメリカ側の方は日本に対してちょっと不信感を持っていて、先に具体的な条件を確認して、それが了解したら交渉しようと。一方で日本側は交渉して具体的な条件を決めようというふうに考えていたので、これは当然成り立たないわけですね。で9月6日になりますと、御前会議で帝国国策遂行要領というものが決定されます。でこの中の一部には、帝国は自存自衛を全うするために戦争を辞さず決意のもとに、10月下旬に戦争準備を整えと完成させるというふうなものが盛り込まれます。ただこの時昭和天皇ですよね、あの昭和天皇自身は、まあ、平和的にやれと、外交交渉による交渉妥結をあくまで主張します。で有名な御前会議で、よもの海皆腹からと思うようにという明治天皇の御政を読み上げて、まあ、あくまで話し合いでいけるというふうに言っています。でこれを武藤は聞いていまして、部下たちにですね、戦争などとんでもないというふうに伝えます。で是が非でも、まあ交渉で妥結させろというふうに述べるわけですね。ただその武藤であっても、対米交渉では日中戦争で、まあ、中国に日本軍がいるわけですけども、その日本中国にいる日本軍を、無条件で、撤兵させることっていうのはできなかったわけですね。彼にしてみれば、まあ、自分が首相者の一部というかになって、まあ、日中戦争が拡大した、それで、まあ、もう多くの犠牲が出ている、その中で中国から撤兵させるっていうのはやっぱり、まあ、あのメンツ的な面からも、まあ、犠牲に対して、まあ報いることができないという面からもやっぱりできないというふうに考えていたわけですね。で、まあ、東条英機も、まあ、似たような考え方でして、で東条は中国での、まあ、中兵権です、兵隊を、まあ、駐屯させる権利を、まあまあ、譲れないと。でそういうことで、まあ、近衛文麿と対立することになって、3度目の近衛文麿の辞職があるわけです。で次ですね、近衛辞職後に対名は東条英機に下ります。あのこちらの古川先生も東条英機について書かれてますけど、まあ、あの陸軍に責任をちゃんと負わせて、国の舵取りをちゃんとやらせろということで、まあ木戸幸一なんかが昭和天皇に進言して、新しく東条が首相になるわけですけども、でまあ、武力行使を主張するのは、あの参謀本部ですねが、まあ、陸軍省とかなり鋭く対立することになります。で武藤はですね、あの海軍の軍務局長ですとか、あと外務省の欧米局長なんかと相談して、野村大使に対しては、日米交渉に対して、あの熱意は前内閣と近衛内閣ですねと異なるところなしというふうな電信を送るんですけども、これがあの参謀本部には内緒で送られたもののように、参謀本部はかなり武藤のことを、あの白い目と言ったらおかしいですけど、あの疑いの目で見るようになります。で武藤のことを、まあ、あの軍を謝らせるというふうに述べていますね。で、まあ石井秋夫、武藤の部下で、彼はあの武藤のためにいろいろ弁じている人物なんですけども、石井秋夫自身は、あの日記によれば、野村大使へ訓令を出すの件、参謀本部は打ち切りを主張して頑張ると。で参謀本部の方はもう交渉打ち切り
の方に傾いている、そういうのも陸軍省との間で対立があるわけですね。で、まあ、この東条内閣で、外務大臣となった東郷の主張により、公安と釜による交渉妥結を目指していくことになります。で、まあ、公安については、まあ、ここに書いてある通りで、自衛権の解釈を拡大しないこと、で、仏印からはの条件的な撤兵などで、オツワンというものは、まあ、その公安がダメだったときに、まあ、簡単に言ってしまえば日米関係を南部仏印進駐以前まで戻そうとするものですね。でここでアメリカが100万トンの航空機発油を日本に輸出することなどが盛り込まれます。で参謀本部はですね、ただ公安の方にこだわって、これがダメだったら、まあ海戦の準備をしろと、でオツワンの方でこだわる外務省とは鋭く対立することになります。でですね、11月1日の連絡会議で両者が衝突するんですけど、武藤はこの会議の休憩中ですね、参謀本部をこのまま外務省との対立が激しくなると外相は辞めることになる、そうすると政変が起こる、政変が起こるとまた開戦までの道のりはまあ遠くなるよというふうに、参謀本部の開戦論を逆手に取るような形で説得するわけですね。で参謀本部はこれに説得されてオツワンに同意することになります。ただ修正意見として、まあ援助、蒋介石を援助するのをやめろというふうなものが付け加えられるわけですね。で野村大使は最初公安で、それがダメだとオツワンを渡して交渉を始めるんですけども、アメリカ側の方からはまあ最終的に、まあ、いわゆる春ノートですね、有名なものが出稿されまして、で12月1日午前会議でとうとう開戦の決定がなされます。はい、で武藤自身はまあこのオツワンでの交渉もまあ難しかろうというふうに見ていたんですけども、やっぱりまあこれでなんとかその辺が武藤の限界だったのかなという気はしますね。はい、すいません、第7章、すいません、時間がちょっと申し訳ないです。開戦がまあ決定した後なんですけど、これで全てはっきりしましたという他の軍人の言葉にですね、まあ、戦はしない方がいいのだというふうに言っておりまして、まあ、東郷平八郎に対しても、ごめんなさい、東郷平八郎じゃないですね、東郷重則外相ですね、に対しても、戦争はなるべく早く終わらせましょうというふうに言っています。で、まあ、そういう武藤とですね、まあ、武藤の存在感というものはどん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 増していきまして、でまあ、なるべく早い時に戦争終結させようという武藤は、まあ、東条英機ではちょっと戦争終結が難しいというふうに考えていたようで、まあ、そういう東条と武藤の間には確執が生まれます。で、まあ、それが直接的な原因かどうか断言はできないんですけども、昭和17年の4月にですね、LINE のスマトラ島に武藤は第一師団長として赴くことになります。これが武藤の唯一の部隊長勤務ですね。これ以後も以前も部隊長としては働いていないです。で武藤はここで、まあ、かなり長い間師団長として過ごすんですけども、戦局がだんだん傾いてきて、昭和19年の7月にはですね、東条英機は絶対国防圏の一角であるサイパン島の疾患などの責任を取って総辞職することになります。でこの年の10月の20日で武藤は今度はフィリピンを含む第14方面軍の参謀長として赴任することになります。で方面軍司令官山下なんですけど、まあ、山下という人物は一般的にはまあ行動派というふうに言われますが、あと、まあ、武藤と山下自身はですね、そういうまあ派閥というのもおかしいですけど、とは関係なくかなり親しい関係ではありました。で山下は武藤の参謀長就任というのをすごく喜ぶんですね。ただですね、もうこの頃は戦局というのはだいぶ傾いておりまして、武藤の赴任直前にはフィリピンが攻撃される地震もおりまして、でまあ、大本営の戦火5人もあって、本来やるはずなかったレイテ島への兵力の派遣が行われることになってしまいます。でここでまあこれも皆さんご存知かもしれないんですけども、レイテ島の戦いというのが始まって、この兵力はほぼ壊滅状態となります。で当初まあルソン島で戦う予定だった兵力を割かれて、ルソン島の防衛はますます危機になります。で方面軍の作戦計画も狂ってしまうわけですね。で以後武藤はフィリピンでまあ非常に苦しい戦い、大変多くの犠牲が出てしまう戦いだったんですけど、この戦いの、指導する参謀長として終戦まで苦闘することになります。はい、すいません、やっと終章です、申し訳ないです。で東京裁判ということになりますね。フィリピンで、まあ、武藤は終戦を迎えるわけなんですけど、彼の上司である山下はですね、マニラで開かれた戦犯裁判で出廷すること、まあ、戦犯容疑者ですねとなって、武藤はもうこの山下の弁護に奔走するんですけども、彼は死刑判決を受けてしまいますね。で2番目ですね、武藤は武藤自身も昭和20年の21年の4月になるとですね、巣鴨拘置所ですね
に収監されることになります。で5月から開始された極東国際軍事裁判、東京裁判ですね、の被告、まあ、いわゆる永久戦犯容疑者として出廷することになります。でここでちょっと例を一つここに挙げてるんですけども、田中隆吉がですね、与内内閣統括の責任を、参謀総長、失礼しました、軍務局長の武藤明で、武藤が陸軍大臣だった畑に強要して、与内内閣を潰したということを裁判で述べるわけなんですけど、武藤はそれは絶対に間違いでありますというふうに真っ向から否定します。で武藤は終始田中の、まあ、証言については激しく反論することになります。で昭和23年の11月12日に東京裁判が判決が下されます。で武藤はですね、まあ、先に述べました通り、東条英機や板垣征四郎らとともに7人の死刑囚の一人となって、菅向拘置所で処刑されることになります。彼の自身の、まあ、罪としてはですね、南京攻略時にも武藤は、参謀副長だったんですけども、そういうものは問われないんですけども、14方面軍時代、あるいはスマトラの師団長時代の民間人や捕虜に対する、虐待ですとか殺害について責任者の一人であるというふうになりまして、死刑判決を下されることになります。ではい、すいません、最後口頭説明なんですけども、昭和基地における武藤の、まあ、存在意義といいますか、彼の生涯を通じて見えてくるものなんですけども、彼自身ある段階までは、まあ、軍の主流派といいますか、王道というか主流を歩むような形になって、日中戦争、太平洋戦争の中でも重要な役割を果たしたと言えるかと思います。ただですね、それほどの武藤であってもですね、やっぱり、日米開戦の段階では、まあ、参謀本部から、まあ、疎まれるような形になって、まあ、主流からはちょっと外れかけるといいますか、でその後になると、武藤は、まあ、結局スマトラに行って中央に戻ってくることはないわけなんですけども、そういうのを見ますとですね、日本の陸軍の動きといいますか、どういう人物を必要としたのか、どういう人物が、まあ、必要とされなかったのか、外に出されてしまったのかということが見えてくるかと思います。はい、すいません、大変長くなってしまいました。ちょっと時間オーバーして申し訳ないんですけども、以上で、私の説明をちょっと終わらせていただきたいと思います。ありがとうございました。はい、それではちょっと岩さん熱弁を振るわれましたので、私は申し訳ないです、さっと終わりにします。で、まあ、私はまあ、武藤明 その周りのいろんな人物とかですね、政治状況とかに関することを研究してきまして、まあ、武藤についてはまあ、もう大学院生というか、もう学部生の時代から名前しょっちゅう見ていた人ですけれども、で実はその武藤のことをですね、ちゃんとその当事者とか関係者じゃない人がちゃんと武藤の全体像を見たっていうのは、まあ、実はこれ初めてじゃないかと。川田さん の表でも出ましたけども、まあ、岩井さんの方が生涯全体扱ってるっていう意味で、まあ、初の表伝と言っていいんじゃないかなというふうに思いました。で、まあ、5つ並びましたけど、時間の関係でちょっと飛ばしていっていきますが、でもう一つまあ、これは岩井さんが書かれて今まで書かれているもののほとんどに共通することですが、ちゃんとそのご遺族と割と接触して、いろんなそこでさらに資料の発掘もされたりなんかして、今回もまあそうされているわけですが、でまあそういうことするとついついやっぱりご遺族との関係でまあ、本人に甘い内容になっちゃうんですけれども、それがここをきちっとそこは押しとどまってるっていうのが今回の本の特徴の一つでもあって、まあ、5の方の話にしますけれども、最後のところで、まあ、武藤の歴史上の評価についていろいろ書かれてますけれども、まあ、ちょっと時間もないのでそこを読み上げませんけど、まあ、2点あって、で武藤は実はやっぱりその、まあ、軍の中央に割とずっといた人間として、もうでも結局こう長期的にうまくものを考えることが、まあ、失敗したということですね。やっぱり中国というものに対するこう評価がちょっと間違っていた。でその結果、まあ、戦争が結局対米戦争まで行っちゃうわけですけれども、まあ、だから、まあ、ある意味武藤が失敗した面があるってことを、まあ、実は
そういう言い方はしてませんけれども、しっかり指摘されているというところが、なんていうんですかね、ちゃんと自分なりの視点を持てているというところも、大変素晴らしい本だなというふうに思いました。で、その上で、課題の方にちょっと行きたいと思いますけれども、大きくちょっと2つ、やや細かい話と少し大きい話と大きく2つあります。それでそこで、ちょっと、訂正がありまして、その課題のところの3行目の東京朝日新聞の、年代が1939年7月7日ですので、そこだけすいません、チェックしたにもかかわらず間違っておりまして、失礼しました。で、ここでちょっと2つの新聞記事を取り上げます。取り上げましたのは、これ武藤が割と部数の多いメディアで、ちょっと目立つ発言をしていて、こういうところで割と一般の人に知られて、それで、この本の中でも合岩不遜って自分は言われていると自覚しているところが出てきますけれども、まさにそういう感じがするところがあります。で、これ今回のために探したんじゃなくて、前からいろいろ、私ずっとこういう時期を研究してて、前からたまたまいろいろ他のものを見てた時にふっと目に入ってですね、正直言っちゃいますと、それ見た瞬間、あ、武藤って嫌なやつだなってすごい思いましてですね、なんか偉そうに嫌なやつだなっていうふうに思って、ずっと記憶に残っていたんですけども、今日ようやく初めて話のネタにしたわけでございますが、で、一つはさっきも出てきた天津封鎖問題の時の、その中品方面軍の三北省の時に、イエスの交渉に彼がかかっているところ の、 記事で、武藤がですね、我々は軍部代表じゃない、国民の代表だよって言ってですね、市内における新東亜建設は国民の世論であって、この方針は言を変えることはできないというふうに言ったっていうんですけども、いやもう、ね、外交官でもないのに国民の代表だって言っちゃうところで、ちょっと、初めて見たときちょっとムッとしたわけですけれども、で、これちょっと2つあって、1つはこの繁栄、この時期ってちょうどそのまさに繁栄運動が行われている時期で、だからその国民の世論だっていうこともそのある意味裏付けられるような気もしますが、その永井和さんの研究によればですね、この時の繁栄運動っていうのは完全に自主的なものじゃなくて、ちょっと軍が、それこそ陸軍が煽って内務省が黙認したからやった、いろんな集会とかですね、デモ行進とか、当時はほとんどそういうのは事実上禁止されている時期なのに、廃栄運動だけは OK になっていてですね、で私の昭和天皇の方に書きましたけど、昭和天皇もあれは恥だ、シェームだって言っているような状況になったわけですね。で、それから実は一般国民というよりはもうちょっといわゆる知識人的な人たちだと思いますが、この日中戦争ですね、これがなかなか正当化できないっていうかですね、これはいい戦正しい戦争なのかっていうことをやっぱりいろいろ考えていたっていうことがあって、だから党は共同体論とかですね、出てくるわけですけれども、今ちょうど大学院の授業でですね、近代の彫刻を読んでいてですね、そんな私のごときあんなすごいものを読んでていいのかっていう気もしますが、あれ見てるとあれは太平洋戦争始まった直後の議論ですが、あそこに出てくる人たちの中にやっぱり日中戦争の時はなかなか割り切れなかったって言ってる人たちが少なからず、あれは建前はそうじゃないって言ってるけど、やっぱり本当は侵略戦争だったんじゃないかみたいなことを段階で言ってる人たちもいるわけですね。で、そういう中でこの国民 の、 世論を代表してるって言ってることの意味をどう考えたらいいのかって思って、仮にですね、軍が実は後ろで煽って廃運動をやってるのを承知でこれ言ってるとしたら相当なバラになってしまうんですけども、彼は現地 の、 部隊に行ってますから、そうではないのかもしれませんが、そういう状況の中でちょっとこういうことを言っちゃうとやっぱり合岩不遜だなって感じがするんですけど、その点がどうかなっていうのが一つと、でもう一つちょっと私たまたま見つけちゃってムッとしたのがですね、もう一つこれは1941年の元旦の朝日新聞 の、 一面のかなり目立つところにでっかくドーンと載った論説で、武藤軍務局長の名前でですね載ってるものなんです。それで大事なところだけ言うと、最初の2行ですけど、東亜新秩序の障害及び太平洋問題発生の原因は英米両国の認識不足に基づく適正的政策ないし活動であって、かかる障壁は帝国が東亜新秩序の建設を決意している以上、今後適切なる方策によって排除すべきは論を任せるところである。で、ちょっと飛ばしますが、
2行飛ばして、これがためには帝国は東亜における指導的立場に立ち、事業の東亜諸国は先進国たる帝国って、これもちろん日本のことですね、帝国にその範を求むべきでって言っていてですね、いやその本省 の局長ごときの人が元旦の大新聞にこんな偉そうな論説を載せているのは一体何だっていうんで、私は非常に最初発見した時びっくりしました。ただしこれよく読むと最後のところにですね、そこの次の行に引用を載せましたが、まあ、日本はなかなか今苦しい立場だっていうことをまあ分かってはいるんですよね。東亜進出を奪うための陣痛であるとかですね、石に勝ちすぎても達成しなきゃって言ってるので、余裕しゃくしゃくでやってるっていうような言い方はしてないわけですけれども、まあ、そこにちょっとある意味岩井さんが明らかにしたその無党らしさがちょっと出てるとはいえですね、私最初読んだ時にはそこまで目に入らなくて、先進国たら帝国にその範を求むべきってところでちょっと頭に血が上っちゃったんですけども、でこれに関してとりあえず今日の話で言うとですね、これ一つはやっぱり朝日新聞の方に問題があって、その下に有山さんの最近の最新作のメディアの通信をちょっと載せましたけど、まあ、新聞社の方がこの段階ではもうその君国に忠っていうようなスローガンでですね、まあ、完全に政府に忖度している段階なので、これ完全にやっぱり軍部に忖度している感じがするんですね。陸軍の一局長に元旦の冒頭の論説を依頼するっていうこと自体がですね、やっぱり情けないっていう感じがするわけですけれども、でも一方でそれを受けちゃう武藤もどうなのかなっていう気がしてですね、一応一局長なのでもうちょっとこう謙遜っていうかなんかあってもよかったかなっていう気もちょっとするわけですけれども、まあ、しかも帝国が指導的立場に立つってことをはっきり言ってしまってるっていうですね、ところでまあ、やっぱり傲岸不遜っていうさっきの4文字が頭に浮かんでしまうんですけども、でこの2つは特にその一般の人がかなり多くの人が見れるメディアでの発言なので、まあ、こういうものについて、もしこの評点の路線でいったらどんな話になるかなっていうのをちょっと伺いたいなと思いました。それから2番目はですね、まあ、さっきもちょっと最後の口頭説明にも少しあったような話ですけれども、武藤のような人物が重要な場面で重要な役割を演じることになった構造的要因っていうところにもう少し本当は踏み込んだらさらに良かったかなっていうことがあって、まあ、そこではちょっと一例として私の東条英機の最後の方の文章をちょっと載せましたけれども、まあ、ちょっとそこの中でその構造的な問題として大事なのはちょうど引用の下の方なんですけれども、引用が始まって 1,2,3,4,6 行目あたりからですかねの下の最後の方からで、で明治維新で結局主導権を握った薩長の指導者は日本の住民を欧米の近代文明をすぐには理解できない愚民とみなし、日本を列強と対等の国に引き上げるために彼らを消去することを自己の使命の一つと考えたということでですね、まあ、ちょっとやっぱり日本に住んでる人たちをこう十分信用しないような形にしてちょっと独走してしまったっていうことが破綻につながったんじゃないかっていうことをちょっとまあここでは言おうとしたんですけれども、まあ一番典型的に言えばやっぱり陸軍を天皇直属の形にしてしまって、まあ、なかなかいろんなところからコントロールが効かないようにしてしまった。そういう構造の中でやっぱり、があったからこそその武藤がある意味活躍できちゃったということがあるので、そういうちょっと大きい構造の中での武藤の位置づけをですね、本当はそれもさらに論じていただけたらもっと良かったかなというふうに思ったわけです。で薩長の指導者って言ってももちろんいろんな人がいてですね、ちょっと一人だけ言いますと薩長じゃないけどそもそも最初 その明治維新の指導者層の中にいた大隈重信ですね、彼なんかは、まあ、議員内閣制にすればそういう独走が防げるんじゃないかということを実は言って、まあ、明治4年の政変なる議員の意見書でそういうことを言ってたわけですが、それからまあ、いろいろ最近もトラブルでお騒がせしてます私の勤め先で岩井さんの母校でもありますけれども、そこの学祖というふうに位置づけられている山田清志という人がいますが、彼は、まあ、長州閥の人ですけれども、彼は実はその特に山形大友みたいなその富国強兵路線とちょっと違っていてですね、
まずその強い軍隊を作る前に国民のやっぱり教養知識を上げるべきだということで学校制度の整備を優先しようということを彼は主張して、まあ、その関係で、まあ、国学院と内側のところに援助してもらって、まあ、学校ができたということがありますけれども、それに山田教師の憲法草案はですね天皇が即位するときに国会でですね憲法を守って宣誓させるという案なんですね。でやっぱり山田の方がやっぱりまずは国民みんなのち�ゃんと意識なり考え方なりをしっかりしてでちゃんと国民がやっぱりコントロールできるような形の国にしていった方がいいって、それは、まあ、山田はやっぱりヨーロッパ行ってフランスなんか特に見てきてですね多分それを痛感したのでそういうことを言ったけれども、それから民法なんかもかなりフランスのものを真似したものを彼は司法大臣として主導しようとして、まあでもそれはいろいろ批判されたので、まあ彼は結局ちょっと中枢から外されてしまいますけれども、まあそういう人もちゃんといるわけですね、その段階で。そういうことを考えたときにまあそういう一般の人にある意味、まあ、冷たいっていうかそれをこう見下すような形で作られてしまった軍隊だからこそ強眼いろいろ教養もありつつ強眼そうな人物が中年頃を果たすようになっちゃったんじゃないかなということをちょっと思ったりしたので、まあ、その点について、岩井さんがどうお考えかなというのを聞きたいということです。ちょっと時間過ぎましたけどあまり過ぎないですね、いたしましたということで私からのコメントにしたいと思います。ありがとうございます。よろしくお願いします。日文献教授の西村圭です。岩井さんのご本はこの11ページにまず書いてありますが、読んでみますね。昭和史の折々に存在感を発揮した武藤、その捉えにくい人物像を捉え直すことができれば日本が戦争に至る複雑回帰な道、昭和戦前期に新たな光を当てることができるのではないか、そんな考えから武藤明を調べる旅が始まったとまず宣言されています。はい、読み終わった感想を申し上げると、この武藤回覧の旅から無事お帰りになったかなお帰りなさい、まあ、成果は達成できているというのが一読者としての印象です。今著者とその著者の恩師である古川先生とかなり政治史に立ち入ったお話をなさったと思うんですけども、私はもう少し広い範囲、つまり歴史を書くとはどういうことかと常々思っていることを岩井さんのご本を一つ参考にしてお話したいと思います。まず最初になんでここでコメンテーターを務めているのか、まあ、それは事務局が頼んでお前が引き受けたからだろうとそう言われてしまうともう身も蓋もないんですけども、実はもうちょっと深い理由がありまして、2001年私は山本紙幣賞という賞をいただきました。でその後一体この賞をどういう人が受けているのかなとこう毎年気になって見ているとある年山本紙幣賞の奨励賞だったと思いますけど、岩井秀一郎と若い研究者がしかも多田早生で受けていると、あ、多田早生に着目したんだと、その視点の斬新さに驚きました。でそれ以後ちょっと気になっている物書きだということで何冊かちょこちょこと読んで、最初から最後までじっくり読んだのは1944年の東條英機と、この一冊なんですね。でここに文は人なりと書きましたけど、僕の考えは文章を読むと人柄が分かる。でこれを読んでみると、あ、岩井秀一郎っていうのはきっといい人だと印象を持ちました。まだ今日初めて会ったんですよ、実は今日初めて会ったので本当は悪い人かもしれないそこは分からないんですけど、読む限りではあ、この人はいい人だと伝わってくる、そういう人だと思います。そういう文章でした。でそういう岩井さんが実は時々僕に着目してくれているということをたまたま知ったんですね。私は SNS をしませんけども、時々東京裁判の現状なんてものを打ち込んで調べたりしています。すると岩井秀一郎という書き手が、牛村が東條英機について評伝を書くことになったらいつできるんだろうこう繰り返し繰り返し投稿してるんですね。で、あ、ちゃんと気をつけてくれてる人がいるんだ、しかもあの書き手じゃないかと、というのでこう嬉しくなりました。つまり私は書き手、読み手であり書き手である。で岩井さんも書き手であり読み手である、まあ、お互い自分が書いたものを読んでもらい、また自分も書いてるとという関係を
知らないところで続けてきた、こういう関係が今日ここで初めて顔を合わせたとということなんです。でそれで歴史を書くとはどういうことかとそこに掲げましたが、まあ、一言で言うと亡くなった人との対話だと思うんです。で先方はもう口が聞けない、で口が聞けない人の言い分を精一杯聞いてあげる、これが歴史家の務めだと思います。そこで大事なことは倫理ではなく論理を駆使してテクストに向き合うこと、でこれに尽きると考えています。やってはいけないこと、それは、まあ、後世の高みに立って批判すること、例えばこういう人物に日本が率いられていたかという事実を目の当たりにすると言葉を失うのである、なんて文章を見るとどうぞ言葉を失って静かにしててください。それは違うでしょう。でそういう人が登場したその背景を調べることがむしろ歴史家の務めでしょ、こう言いたくなるんですね。だから何とかの限界はここにあったと書く人はさながら自分ならばもっと他のことができましたよと言うかのごとき書きぶりなんです、うん、というとちょっと岩井さん多分心が痛んでると思うのでさっきの話でも一回限界という言葉を使われたし 本書の215ページでも限界という言葉があります。しかしその使い方はむしろ僕に合わせるとこれは悪い意味での限界じゃなくて、例えば武藤の限界と書いてあるところは苦悩する武藤局長とかね、こういう込み出しが良かったんだろうと思うんですね、うん、なるほど、苦悩する武藤局長と。でさてその過去を正確に再構築する際に回想録がとても大事だと思います。で今回のこの軍務局長武藤明でも回想録がふんだんに使われてますが、回想録というのはやっぱり一つの見方にしか過ぎないんですね。例えば企画院総裁だった鈴木定一さんの鈴木定一氏談話速記録ってなって、これ面白いのでよく繰り返して読むんですけども、それ読む限りだと鈴木さんってすごくいい人なんですよね。海軍がダメだダメだ、自分はいかにここまで長期的展望で行動を取ってきたかということを考え話して、でそれを、まあ、東大法学部の先生たちがあそうですかとこうお説を拝聴しているという書きぶりなんです。だからそれとはまた別の資料と付き合わせなきゃいけない。で面倒なのは同じ人でも場が変わると違うことを言っているということなんです。例えば岩井さんのご本で言うと今村仁志が出てくる場所があります。具体的に言うと、93ページです。このさっきお話になった内毛工作の話ですね、はい、内毛工作のところなんですけども、これちょっと面白いので例だけ出しておきます。今村仁志が同じことを 場が違うところで違うふうに書いています。つまり石原当時まだ作戦部長の作戦課長だと岩井さんが書かれているのはその通りできちんと調べらっしゃるなと思ったんですが、その石原が内毛工作を中止のために中国に乗り込んでいきますね。でそれに対して石原さんがやったことを我々は繰り返しているんだとこう武藤が言い放つ。でそれを今村が書き取っていて、岩井さんのご本では93ページ、引用の書庫ですけど、今村仁志によれば武藤がこのように言うやいなや若い6名の参謀が一斉に声を上げて笑い、石原もすっかり照れてしまう。その夜の打ち合わせも中止になったという。というふうにこう、すっかり照れてしまいって書いてあるんです。ところが、この今村の別の回顧録、回顧録読むと全然違うことを書いてあるんです。回顧録でちょっと見てきましたけども、そこで何と書いてあるかというと、武藤に言われた後、確かに参謀たちは声を上げて笑うんです。声を上げて笑うんですが、石原氏は当年の盟友でもあり先輩でもあり板垣中将の顔に目を注いだ。中将は何も発言せず座は散らけ切ってしまった。というので石原はここでもう終わってるんですね。終わってるんです。でようやくその後 主食の場、お酒を飲めながら食事をする。ただし石原は飲まないんですけども、そこで、内毛の事情を若い参謀が話すと石原もそれに釣り込まれ笑顔を見せるようになったと書いてあります。だから同じ人物の回想であっても、まあ、時が変わると話が違ってくる、うん、で回想録に向かうのは非常に難しいということをここで思いました。まあ、ちなみに私自身が最近調べたことで回想録をどう扱うかの重要性についてはそこに掲げた、藤井実という陸上部の大先輩がかつて10秒24で走ったということの検証を本の中でしてみました。藤井自身も勘違いしているし
見物していたというある仏文学者の自信ありげな回想も違う年の話だったということも分かります。でさてその回想録と回想とはちょっと違うかもしれませんけども、あの書物の復刻にあたってもこれは気をつけなきゃいけないと思うんです、はい。もし岩井さんのご本全体に大きな注文をつけるとしたら、はい、どうしてその中高文庫を定本に使ったのかなということなんです。2008年の中高文庫に先立つものとして不要書房から出ている文務局長武藤明回想録というものがあり、そこにも武藤の回想録は収録されていますが、一番最初は1952年に実業の日本社から出たものがあります。でこれはあの古本で買うと今1万2000円ぐらいするんですけども、あの私持ってますか、これあの国会図書館のデジタルコレクションだとただです。ただです。なんか仮製本代がかかるぐらいで済みますから、もし関心がある方は国会図書館のデジタルコレクションに登録して自分で印刷しちゃえばいいんですよ。なぜその初版が大事かと申し上げると、あの意識的無意識のうちに言葉が変わっている、うん、ということが往々にしてあるんです。例えばさっき鈴木定一のことを言いましたけど、あの武藤の下で、軍事課に勤めていた西浦進さん、はい、その談話速記録がかつて出ましたが、それを日経から2014年に本として刊行になったんですね。でそこにはなんか正し書きがあって、不適切な表現は変えてあるって言うんです。おそらく多分そのシナとかいう言葉が中国になったりとかね、うん、そういうことだと思うんですが、これ資料としての価値が途端に落ちてしまうと思うんです。だから読むべきは書質のもの、書質のものを読まなきゃいけないと考えます。ちなみに私自身の身に起こったことで申し上げると、2007年にパール判事という本が出て、ちょっとした論争が起こりました。でそこにまあ私もちょっと参加して、著者の主張にはちょっと趣向できないということを書きました。でそれを読んだ小林義則さんが賛成してくれて、ご自分の本の中に牛村がこう書いているということを引いてるんですけども、私自身はそのパール判事の著者が今お話しした書質ではなく2度目の本から引用しているのはよろしくないと書いてあるんです。つまり、再録、再び収録したものではなくて書質に当たるべきだということを書いたんですけど、小林さんが僕の文章を写すときに右側のトリエールの際再録にしちゃったんですね。だからこれだと全然意味がない、うん、再録されたものではなくて何だろうと思いますよね。だから書質に当たる重要さを訴えたはずなのに、無意識のうちの打ち間違いでなってしまっている、うん、ということが往々にして起こるので、あのぜひその歴史研究者は書質に当たるべきだ と強く思います。なおその次にいきますけど、歴史序列の面白さというのは、発掘した一次資料でそこに著者の考えを書き記すことから生まれるのだと考えます。それを主観と申し上げていいと思います。で主観という言葉は時々あの客観と対ではあるけども恣意的って意味で勘違いしている人がいるんですね、うん、そうじゃないと思うんですよ。で主観というのは史実をきちんと踏まえた上で著者のさまざまな人生に裏打ちされた考え、それが提示されるのが主観だと思うからです。で時折客観的だからこの歴史書はいいなんという主張する人がいますけど、それは歴史書の考えとしては違うんではないかなと考えます。つまり歴史の序列というのは年表を文章にしたものではないと、つまり教科書ではないのだと、 A という出来事と B という出来事をどうつないで解釈するか、そこに説得力を持った主観が提示されることによって歴史書の魅力が誕生すると私は考えています。という観点で岩井さんのご本を拝見すると、料理でいうと見つけた素材は全ていいと思うんです。素材はいいんだが、ちょっと料理の仕方がもう少し工夫できたんじゃないかなという印象を否めないというのが目につきます。で今日はあの、まあ、一応物書きの先輩という立場で言わせていただいたんですけども、2点だけ自分ならこう書くよということを提示したいと思います。2面をご覧ください。裏に持ってきました。2つだけ取ったんですけども、最初ですけど、これはあの26ページ。単独癖と同時に武藤の興味がどこにあったのかを示すエピソードと言えるだろう。
同時に形見を送りたいと述べたのは、戦地に出る以上は生きて戻ることはないだろうとの覚悟を読み取ることができると、という一節がありました。まず物書きの観点から言うと、たったこれだけの文章の中に同時にっていう言葉がこんな近距離に2回繰り返されている、ここは工夫をする必要があろうと思います。で、2つ目、その武藤の興味がどこにあったのかを示すエピソードと、ここだけ読むと、軍人武藤が例えばハイネの詩集を形見にあげたとか、あるいはローレライが載っている歌曲集を渡したとかね、そういう話ならば面白いんですけども、渡したのは違うんですよ。ドイツの軍事や政治に関わるドイツ語の本、軍人だから当たり前と思いませんか、だとすると興味がどこにあったのかって言ってしまうと、武藤がいやそれは当たり前だ、そこに興味があると言わないでくれと、戦火の武藤を主張するんじゃないかなと思いました。またスマドラに行くんだからひょっとすると死ぬかもしれないと思って持ってきたって、それはその通りなんですけども、もう少しそこは簡潔に書いていいだろうと、そこで、僕ならこう書くよっていうのはちょっと読んでみます。形見を送りたいの箇所に、戦地スマトラへ赴く軍人の覚悟が、そしてその形見に愛読書とおぼしき一冊を選んだことから、並々ならぬ書物への愛着が伝わってくる一節であろうと、まあ、このぐらいでいいんじゃないかなと思うんです。で、もう一つ、これは、ね、石原莞爾について岩井さんがお書きになっている箇所です。100ページです。一見石原の豪放さを示すエピソードにも見えるが、膨大な書類仕事をしなければならない軍官僚としての石原の欠点を示してもいい。満州事変の首謀者、宗教や軍事研究に基づく最終戦争論を提唱した石原ではあるが、こういう地味な仕事を嫌がるようでは官僚としては疑問符がつく。対して武藤がテキパキと業務を処理して部下の信頼を得たのは、手に負わんにまでこだわる石原に言わせればつまらない仕事をきっちりこなしていた努力のたまものだと言えるだろうと。で、これだけ読むと石原ファンは何か怒りそうな気がしますよね。で、決してこれは石原を貶めてるわけじゃないんですけども、価値判断をかなりしていると、やっぱりいい面もあるんだよということをやりながら足らないところを指摘するという手法が必要だろうというので、ちょっと書き換えてみます。で、岩井さんの言葉を精一杯使わせてもらってます。満州事変の首謀者、宗教や軍事研究に基づく最終戦争論を提唱した石原は、合法さを示すエピソードに事欠かない。これもその一つだろう。だが、書類相手の仕事を苦手とした少佐にもなり得ている。すでに見た西尾敏蔵、実績定年名簿がいつも手元にあった梅津義次郎、メモマの東条英機、といった典型的な軍事官僚タイプの軍人ではない。一方、武藤は手に負わにまでこだわる石原に言わせればつまらない仕事をきっちりこなす実務に長けた軍人だったと。まあ、これで終わってもいいんですけど、ちょっと一言言おうかなと思ってつけたのは、後年の北支事変をめぐる石原対武藤の対立の根底に、軍人としてのこの資質の違いをも読み込みたくなる思いを禁じ得ないと。まあ、僕ならこんな風に書きますよと、ということです。だから同じ素材を使いながら、その料理の出し方によって受け手が受ける印象ってだいぶ変わってくると思うの で、まあ、これは冒頭話した岩井さんの人柄なんでしょうね。いい人だということはよく分かる。いい人だって分かる。例えばその文中にいろんなその研究者の引用されてるんですけども、全部いい立場で出てます。こいつはこういうこと言ってるけど問題だっていう書き文じゃなくて、この丸々教授がこう言ってることに基づくとっていう引用なんですね。それはあの後進の研究者として先達を見習うっていうことで良いことだと思いますけども、あの もうちょっと踏み込んで論じてもいいんじゃないかなという気持ちを強く持ちました。はい、それでもうあともう少し東京裁判の研究者ということでここに来ていると思いますから、少し東京裁判の研究についてもし関心がある方もいらっしゃるかなと思うのでお話をしたいと思います。なお冒頭お話しし忘れましたけども、あの去年の夏に出た川田稔先生のこの文春新書、これが出た時に、ああきっと何か武藤の東京裁判についての新しい知見が展開されてるんではないかなとこう期待を持って手にしたのですけども、残念ながら新しい知見はありませんでした。
ないゆえにしかも事実誤認が含まれていると、うん、でさらに岩井さんよりもよほど読みにくい文章を頑張って読んだのに何も得られなかったという虚しさということもありました。あ、 なおその文章について一つだけこれは全体の皆さんにお話したいんですけども、私が心がけている文章作法の一つは段落冒頭に余計な接続詞をつけないということです、うん、段落冒頭に余計な接続詞をつけない、つまりこれはなぜかといえばとかね、まあ、ひどい意味でそんなこと書かなくても読めば前の段落の理由だって分かるような書きぶりにするのが物書きなんですよ。自信がないから余計な言葉を段落冒頭に書いてしまうと考えます。時には読んでるとね、だがしかしで始まったりするのを見るとどっちかにしてくれと、ね、だがかしかしのどっちかにしてくれとこう思ったりもするくらいです。こういう観点からすると岩井さんの本でその接続詞は非常に少ない、この少なさが読みやすさに貢献してんだろうというふうに考えました。じゃあ5分ほどで東京サーバーのお話をしてまたバトンタッチをしたいと思います、はい、武藤についての東京サーバーのことを最後にお書きになってましたが、まあ、今後もし東京サーバーに関心がある方いらっしゃればこんなふうにするといいですよってことをお話しします。ナチスの戦犯を対象としたニルンベルク裁判の法定速記録というのは英語、ドイツ語、フランス語、ロシア語の4カ国語で平定から2年ほどのうちにもう刊行されました。しかし日本の指導者を対象とした極東国際軍事裁判の速記録は長らく刊行されなかったんです。で速記録に代わるものとして機能していたのが1962年に朝日新聞社から出たこの分厚い上中下の3巻本でした。でようやく1968年昭和43年になって優勝堂から全10巻にまとめられたものが登場しました。初版500部10巻で5万5千円という定価でした。で英語版はさらに遅くて1981年になってようやく全27巻の英語の速記録が出ました。なおもし東京裁判を研究対象となさりたい方がいるならばこの2つの速記録を扱うために非常に重宝な手引き書があります。そこに掲げた極東国際軍事裁判記録目録及び索引、これを見ると日本語速記録の何ページが英文速記録の何ページに大体該当するというのが分かります。で大きな図書館に入っていると思います。これは例えば東大の本郷の図書館にあって大学生の頃少しずつ少しずつコピーをして僕は一冊の本に製本しました。でこれはぜひお持ちになるといいと思います。でなおその被告弁護側が提出した書類の中で証拠の中で却下されたものが多い、でそれを再び取り上げることによって全貌が分かるだろうという観点から刊行されたのが、1995年の国書刊行会の全8巻です。で大事なのはその次なんです。東京裁判改定前また改定後も被告になる候補者あるいは関係者に対して占領軍の国際検察局は尋問を行ったんです、うん、で尋問を行った結果が英文で残っています。全52巻、これ多分今新刊で手にありませんけど買うと130万ぐらいで非常に高い本なんですね。で嬉しいことに私の勤務先にはこれが置いてあるので、うん、とても重宝して使ってます。で例えばこれは思わぬ人のインタビューが入ってるんですね。古川先生のマイデネーズはさすがにないんですけども例えば久原房之助とかね、ああいう人たちが尋問を受けて英文の記録が残ってます。また広田光輝や梅津義次郎は法廷では一切話しませんでした、うん、戦略上話さなかったんですけど、そういう人たちは当然尋問を受けて尋問に答えてます。梅津を知りたい、広田を知りたいという時にはぜひこの尋問調書をお読みになるといいと思います。ただ難点はね、印刷が悪いんです。印刷が不鮮明なところが多々あってちょっと辛いところで拡大コピーして拡大コピーして精一杯コピーしてようやくわかるかなっていうところがあるんですけども、でこれについては編者であった綾健太郎先生がこんなふうにお書きになっているので、ぜひ今後この東京裁判の28人だけでなくその昭和期日本で活躍した人たちが国際検察局の尋問にどう答えていたのかを読むことによってよほど人物研究が進むと思います、うん、まだまだこれは、本当に宝だと思います、
なお東京裁判を少し勉強するとついついなんかこう、検察側やあるいはその判決の味方に対して異を唱えたくなる。でそれを指して東京裁判士官だというふうに、繰り返す人がいますけども、まずその言葉の由来をお話しておくと、これは当初は極東裁判士官という形で登場したようです。最初に使ったのは多分、古川先生の先生である伊藤隆先生が昭和48年ぐらいのお使いになったと思います。でそれが昭和50年代半ばになって、今度は私の師匠の小堀圭一郎先生が東京裁判士官という言葉で論壇誌に頻繁にお書きになるようになると。でこういう言葉というのは使われた当初は新鮮でよく分かっている人が使っているんです。しかし10年20年と経つと、ただ言葉だけが一人歩きして、それを使うことによって自分はさも研究しているかのようなふりができるとというところがあるので、その士官という言葉を安易に使っている論考については注意が必要だと考えます。まあ、同様に士官といえば、新しい歴史教科書を作る会の運動が盛んになった頃登場した自虐士官。で自虐士官という言葉は、ああなるほどと思わせるところがありましたけども、するとジャーナリズムはすぐ自虐士官ではこうだが反自虐士官ではこうなるとかね、非自虐士官ではこうなる、こういう論調を好むようになって不毛な二項対立が生まれてしまったという気がします。でなお戦後日本の東京裁判解釈に無意識の影響を与えているものとして私が考えているものがある。それをお話しして1回目のこのコメントを終わりたいと思います。それは岩井さんもお話になった、重要参考人として全部で31回尋問を受けた田中隆吉なんですね。田中隆吉士官というのが訴追にあたって非常に大きな働きをしている。ただし田中の言った中で、あの人は責任は軽いですよと言った人でも訴追されている人がいます。例えば東郷重信、東郷重信については非戦だったということを田中は訴えているんですけども、検察局は被告に加えています。すなわち誰かを軽くするんじゃなくて誰かを重くする時の証拠に田中隆吉の証言が使われている。その最たるものが武藤明であったと考えます。でただし武藤自身が書いてる話したということを八木和夫が聞き取って書物にしたものがあって、岩井さんの方にもありますが、田中が言ったことぐらいで武藤は死刑にはならなかった。その通りです。田中が言ったことは武藤が侵略戦争の遂行に責任がある、いわゆる平和に対する罪については有罪だということを示したに過ぎない。で東京裁判では平和に対する罪だけなどの死刑判決は出ていません。じゃあ武藤はなんで絞首刑になったのか、これは不運な話で、東京裁判で南方の残虐行為が既成事実になったんです。責任者が必要だと。で判決を受けて25人をざーっと見回して、南方の日本軍の不法行為の責任が問える立場にあったのは武藤と木村平太郎しかいないと、まあそれにつけるんです。だから武藤は他にいなかったから、そのスマトラやフィリピンの責任を一身に被らなきゃいけなくなったとということなので、まあ一義的には田中隆吉士官は武藤の判決には作用はしていませんけども、武藤を東京裁判に立たせたということでは田中隆吉士官が、まあ、力があった、それが武藤の判決に結びついたと言ってもいいかと思います。ちなみにこの東京裁判が集結したほぼ半年後に出たのが、当時新進気鋭の東大寺教授だった丸山正夫の軍国支配者の精神形態という論考でした。これが僕が考えるには戦後日本の東京裁判に対する見方を固定した悪書だと思うんですね。で例えば猪木正道先生あたりは丸山さんのこの論考を速記録をふんだんに利用したと評価しています。速記録は利用してますが恣意的な削除があるんです。恣意的な削除が頻繁にある。またナチスの戦犯は責任を取ったが日本の戦犯は責任を取らなかった、無責任の体制だ体系だとこう書くんですけども、何のことはない。ニュルンベルク裁判の首席検察官の最終論告をお読みください。いかに被告たちが責任回避に汲汲としていたかということをロバート・ジャクソン首席検察官は述べてるんです。だから向こうがそうならば東京も一緒ということで、
丸山さんがお書きになったようなその日本の被告に固有の責任回避の姿勢というものは全くなかったというのが実証的にお話しできるかと思います。これについては軍国主義者の精神形態、私自身が読んであれと思って突きつけて調べた結果をもう40年ほど前ですけど初めて論考にしました。でその時はまだ丸山さんはご存命でしたが、それから10年間何にもお返事を下さらずに亡くなってしまったのが非常に残念に思っています。で、まあ、丸山さんの例としては例えばですね、南京攻略の最高司令官松井岩根大将が東京裁判で責任を回避した、こう書いてるんです。これとんでもないんで即興でこう読むとこう書いてあります。方面軍司令官として南京で起こったことに関して私は責任を回避するものではありませんが、軍機風機の責任は師団長の責任です、こう松井大将は言ってるんです。しかし丸山さんは方面軍司令官としての責任を回避するものではありませんがってことをすっかり削除している。で削除することによって権限への逃避の高齢として松井大将を紹介していると。でこの及ぼした悪影響というのは非常に大きいと思わざるを得ないと。なので岩井さんのご本を少し触れながらお話をしたんですけども、ぜひ書類資料は書室のものに当たろうと。で怪しいものがあったらぜひ今の即興もそうですけども原点に当たろうということをお伝えしたいと思います。以上です。ありがとうございました。時間がちょっとずれてますけど10分間休憩は取りたいと思います。長いですので時間になりましたので登壇者間のやり取りに移りたいと思います。まず岩井先生が古川先生と内村先生のコメントに対するコメントを2つ分連続でやってもらって、それで、はい、岩井先生のコメントに対する古川先生と内村先生それぞれ対応する。で3者でのやり取りを、まあ、時間があればやってそこからフロアにっていう流れにしたいと思います。まず岩井先生よろしくお願いします。はい、はい、よろしくお願いします。すいません、ちょっとさっきも言いましたが時間を大変オーバーしてしまいまして、古川先生、内村先生のコメントの時間がなくなってしまったの誠に申し訳ないです。皆さんも期待されて来られた方もいると思うのでその点は本当に申し訳ないと思います。はい、それでですね まずはですね、じゃあさっきの古川先生からいただいたコメントについて、私の方からちょっと返していきたいかなというふうに思っております。そうですね、武藤がそのちょっと僕確かにここ書かなかったんですけど、中品方面軍参謀副長時代に天津の疎開を、まあ、日本が封鎖して、まあ、それでちょっとイギリス側と、まあ、ごたごたというか、まあ、交渉があるというところ、ちょっと僕まあ、これ言ってしまうと、まあ、こっちの都合ではあるんですけど、まあ、私腹の都合といいますか、まあ、かなり長くなってしまうといいますか、やっぱりもうちょっと要点を絞りたいというのがあってそこはちょっと外したんですけども、ただ今先生からコメントいただいた通り、確かにこの時の武藤のってかなり、まあ、傲岸無徳ですね。自分自身でもそういうふうに言ってるんですけども、その武藤の傲岸な部分が結構出ているところでして、この点についてちょっと触れられなかったのはちょっとまあこちらの都合だったので大変申し訳なく思っております。でこれは確かにここの部分だけ読むと武藤の、まあ、態度というのは大変強いもの、我々がイメージする、まあまあ、強硬な陸軍といいますか、横暴な陸軍のイメージと重なるようなところがまさしくあるんですね。でまあこれは武藤の人柄を人々に印象づける事件の大きなきっかけの一つだったかなというふうに私も思います。で、まあ、この辺についてはちょっと、さっき先生がおっしゃられた通り、武藤の、かなりの何と言いますかね、人間的な、まあ、ちょっと嫌な面と言いますか、そういうところが出た感じのところかなというふうに思っております。で、はい、それからまあ、その陸軍という、まあ、歴史を遡ってみて、先生がさっきおっしゃった、まあ、大きな構造の中での武藤の、まあ、昇進というか栄光と没落みたいな感じをちょっと述べていきたいと思うんですけども、
武藤自身はですね、まあ、これ武藤だけではないんですけど、先ほど申し上げたように第一次世界大戦の、まあ、後の平和的な世間の風潮といいますか、まあ、民主的デモクラシー、いわゆる大正デモクラシーですねの、まあ、影響をかなりかぶったと。そのかぶり方っていうのはいいかぶり方ではなかったんですね。軍人蔑視の世間の目と社会問題、噴出する社会問題に対して問題意識を抱いていたというふうになると思います。で、まあ、この時期の、まあ、陸軍っていうのは、まあ、宇垣一成の、まあ、軍縮なんかもありまして、立場的にかなり、世間から見ると、まあ、小さくならなければいけなかったとまで言ってしまうと大げさかもしれないですけども、ちょっと世間に対して引け目ではないですけど、まあ恨みとかそういうものがあったのかなというふうに思っています。それで一方で、その先ほど先生のお言葉にもあったように、陸軍というのは一般の方を地方人、地方、要するに軍の外の人のことを地方人というふうに言ってるんですね。この見方っていうのは字からも分かる通りちょっと見下してるんですね。軍外の人間を見下すような見方がある。でそういう中で、自分たちはエリートである、国家の国防に合うエリートであるという意識プラスその時の大正デモクラシーの風潮でであるにもかかわらず身を縮めなければならないというのは武藤の中にも複雑な感情というものをもたらしたかなというふうに思っております。でですね、武藤が存在が陸軍の中で大きくなっていく、で彼が最も最初に歴史の中で大きな役割を果たしたのは日中戦争初期ぐらいかなというふうに思ってるんですけども、満州事変以降陸軍というものは発言権をだんだん強めていく、それはマスメディアとかそういうものの後押しもあって強めていくんですけども、昭和のある時期まではまだ大正デモクラシー的な風潮というかそういうものはあったかなと思うんですね。大正から昭和に変わってすぐにそういうものがなくなったということは、断絶、いきなり断絶するっていうことはないわけで、ある時期まではその大正デモクラシー的な風潮は残っていたかなと。でそういうものがだんだん戦時色が濃くなるにつれて、後退していった。でその中で自然と軍の存在感は強くなる。世界的に見ましても、ヒトラーが政権を取ったりとか、ムッソリーニが政権を取ったりとか、そういう中で戦時色が濃くなる中で、陸軍の発言権、陸軍だけではなく、海軍もかもしれませんが、大きくなっていく。その中で武藤という人間も、その風潮に、なんていうかな、うまく合致する人物だったのかなという気はしますね。彼は、大変な読書家であったと。すみません、ちょっと、牛村先生がさっき言われたように、ちょっと、うまくその読書の種類を言えればもっと良かったかなと思うんですけど、彼自身スマトラ時代には吉川英治の本を結構読んでたらしくて、小説なんかも結構読んでる人だったんですね。でそういう武藤を軍の中で、他の人と、他の外部の人間とやっぱり関わることも多くなるわけです。軍の存在感が大きくなる、総力戦というものを目前にして、戦時国家といいますか、戦争体制を作るにおいては、陸軍は他の将部、いわゆる官僚ですね、有名なところで言えば、商工省の岸信介とかそういう人とも武藤は親しかったんですけども、そういう人間と、やり取りしていくにおいて、これ武藤自身がこの自伝の中でも言ってるんですけども、私のその教養、読書の下地っていうのはそういう人間たちと話をするのに都合は良かったんじゃないかというふうに武藤は振り返ってるんですけども、そういうことを考えてみますと、陸軍が必要とする、強硬 論者という言い方を、してしまうと武藤をちょっと、小さくしてしまうような気はするんですけども、あえてそういう言い方をさせてもらえれば、武藤は強硬論者としてかつ外の外部と接触していく上において都合がいいものを持っていた、能力的に、うまく付き合っていくだけのものがあったという中で、強硬論者であり、そういう、教養の下地があるということで軍の中でちょうど必要とされる人物だったのかなというふうに思っています。で彼自身、
矢継一雄に対してですね、軍人辞めて政治家になるかと、冗談では言ってるんですけども、そういうふうに政治に対する興味といいますか、そういうのも結構あったと、そういうところもありまして、外部と関わることが嫌ではなかった。でその上において、かつ軍人としてではなくて、軍人として単に軍の代表ではあるんですけども、代表といっては言い過ぎかな、外部と付き合っていくにおいて必要な交渉能力といいますか、教養、そういうものは持っていた。でかつ軍の利益を代表してくれる、そういう意味から軍の中ではだんだん存在感を増していったのかなというふうに思っております。すいません、こんな感じかな。すみません、古川先生 のコメントに対して、すみません、こんな感じで、すみません、締めさせていただくことで、すみません、ちょっと適切ではないかもしれない。はい、ではすみません、次は牛村先生のコメントに対して、ちょっと返すことにしたいと思います。私が、書室の資料、布告版を、ここにあるのもそうなんですけど、使って、いて、書版ですねのものも使わなかったというのは本当にこちらの都合になってしまうんですけど、なるべくその時間的な制約もちょっとありまして、手元にある、なんというのかな、一番参照しやすいものをというのが、根底にはありました。本当はそれは先生がおっしゃるように、よくないですね。資料的価値が再版の時に、改訂されたりとか、修正されたりとかすると、落ちてしまうというのは先生のおっしゃる通りで、ここまでちょっと僕が考える余裕がなかったといえば、申し訳ない話なんですけど、ちょっとそういう部分がちょっと欠けていまして、これ多分史学科の中でも基本的なというか、大事なことだと思うんですけども、資料を参照する際に、極力というか、当たう限り、原本といいますか、刊行されたものだったら最初のものに当たる、で元のものを確認できるんだったら確認できるものに当たるというようなことは、歴史を書く上で基礎的な事項だと思います。でそうですね、その点については本当に、ちょっと今日指摘されて大変これは申し訳ないと言いますか、皆さんに対してもちょっと申し訳ないなというふうに思っております。この点はちょっと次回以降、何か書かせていただく機会があったら、よりですね、正確に当たりたいというふうに思っております。そうですね、そんな感じかな、そんな感じ。そうですね、そうですね、すみません、後のご指摘に関して本当に受け入れるっていう形になっちゃいますね、すみません。じゃあ次は古川先生が、はい、先生のご講座をお願いします。はい、古川からですけど、今ちょっとコメントありましたけども、武藤のような人がですね、かなり重要な役割を演じるようになった要因を考えると、まずはやっぱり陸軍がもう政治的なプレゼンスが大きくなっちゃったっていうことは間違いなくあります。でそれはもともとはやっぱり明治時代の制度作りにありますけれども、その制度そのものが自動的にもちろん陸軍が大きくなる、政治的に重要な立場になっちゃうことに直結してるわけじゃありませんけども、そういうことが始まった時にちょっとそれを止められないという意味で の制度ですけれども、でその時にでもそこでやっぱり政治的なことができる人が求められるわけですね。で東條はそういうことが全然できない人です。実は人はもう本当に軍隊が楽しくて、もう軍隊式でやるのが一番楽だって言ってる人ですから、でそうじゃない人がやっぱり東條を補佐しないと実は陸軍が回らないの でそういうところで、なんていうんですかね、目をつけられたというか遠くからしたのが、武藤なんですけど、で武藤がその外部との接触しやすいというところで、教養っていうかですね、
あの軍隊以外のところにも目が向く人だったということは確かだろうと思いますし、まあ、だからこそあの途中であの、まあ、日米開戦をなるべく避けようとしたとかですね、いうことはあるわけですけれども、まあ、とにかくそういう人たちとあの会話ができるっていうんですかね、会話が成立するっていうところで、まあ、彼が表に出てきたっていうことはあると思いますけれども、まあ、でも、まあ、内心からはいろいろ葛藤があったってことはあの今回なのでよくわかりますが、まあ、でも所詮はやっぱりあの陸軍の代表をするしかないっていうことがあって、まあ、本当に政治家になっちゃったらね、あの現役軍人なんて政治家になっちゃったらまた別なんでしょうけれども、やっぱり現役軍人としてやっている以上はあの組織全体を代表するということになるので、あのそういう意味であのまさに陸軍が政治的に重要なあの役割を担いやすい構造で、実際にそうなっちゃった時にあの求められる人材だったからこそ、まあ、目立ってしまったっていうこと、まあ、あの裁判でのね、あの東京裁判での、あの訴因はあの死刑の要因はそのことじゃないわけですけども、でもまあそこでやっぱり重要な役割を果たしたっていうことで、実はその後ずっと彼はやっぱり、あの振り返られていくので、そういうところはあのもうちょっと出せるといいかなっていうふうに思ったなというところです。ありがとうございます。さっきあのお話できなかったことと、まあ、今古川先生のお話を伺って思いついたことと2点お話しさせてください。板垣清志郎が陸軍大臣になるときに、板垣じゃ危ないから時間に東条って当時やってきましたよね。ちょうどそんな感じですかね。東条にないものを補うのが武藤だったと。ところが武藤は東条の前にすでに軍務局長だったんですよね。あの畑俊六大臣の時から武藤がいて、それでそこに今度畑さんから東条さんに変わったと。ということなんで、古川先生のお書きになっているのを読むと、人事局長の穴見 と、はい、武藤が2人で東条を押したって言うんですけど、はいはいはい、それはそうなんですか？武藤も押したんですか、東条？まあ私が見た範囲ではちょっとそうだったので、はい、まあ、なるほど、分かりました。それとその政治の話ですが、あの武藤が政治に関わったってことで盛んにこう批判をされてますよね、うん、戦後の日本では、うん、しかし武藤曰く自分がやったのは政治ではないと、つまり陸軍大臣は閣僚の一人として政治に関与しなければいけない、その部署が陸軍の中に必要だと、それが軍務局だったと、うん、でたまたま自分はその軍務局のトップにいたに過ぎないという理屈ですよね。だからまあ僕はそれが一応通ってるかなと思うんです、うん、つまりいわゆる軍閥とはちょっと違うと。軍閥とは何かというのは、これは宇垣一成が東京裁判の検察側証人として立った時にはっきり言ってるんですけど、宇垣がこう言ってるんです。軍閥というのは現役軍人にして政治に関わる者のこと、うん、現役軍人にして政治に関わる者のことを軍閥というと。まあ田中裕吉なんかそうだと思うんですね。典型的な軍閥になるんじゃないかなと思うんです。軍務局でもない兵務局長なのに、なんでそんな政治にちょこちょこ出てくるんだと、ということを考えると、まあ、田中隆一こそむしろ軍閥だというふうに思います。でなおその田中の話で申し上げると、あの田中隆一の証言に基づいて武藤がその非常に有力な戦争犯罪人として訴追されます。その武藤が尋問を受けた時にはすでにもう流れは決まっていて、その28人の人に決まった上での尋問だったんですね。武藤はもちろんそれは知りません。でそれずっとまあ、A4 版で100ページぐらいの英文なんですけど、ずっと読んでいくと気づくんですが、ともかく検察局は連絡会議、大本営政府連絡会議とものすごく重要視しています、うん、まあ、英語で言うとリエゾンカンファレンス、何度も何度も出てきて、そこで自分はセクレタリー初期に過ぎなかったんだって言うんだけども、うん、検察側はそんなことないだろう、あんたはその陸軍中将でしょと、そんな高い位にいた軍人がなんで初期なんですかと、と日本の制度のことを知らずにそう批判をする。まあそれに対して武藤はきちんとした反駁がやっぱりできないんですね、制度が違う上に、うん、でそれも武藤にとっては不利だったのかなと思います。それとそのスマトラやフィリピンでの残虐行為が武藤の極刑につながったってことですけど、あのさっき申し上げたんですが、
その武藤に対する個人尋問の場では、これは作戦なのかどうか分かりません、うん、作戦なのかどうか分かりませんが、担当した検事はフィリピンのロペス検事だったんです。ロペス検事はそのフィリピンやスマトラの残虐行為についてほとんど触れてないんです、うん、非常に軽く触れている。つまり南京の時はこうだったということは確認はしたけども、スマトラやフィリピンについてはあまり聞かない。でこれが作戦だったのか、それとも実際に法廷が始まって南京の話があれだけ注目を浴びたから、検察側としてはその南方でのフィリピンやスマトラでの残虐行為を大々的に取り上げようとしたのか、そこは定かではありません。ありませんが、その尋問を見ている限りではやはり武藤はかなり安心してっていうかね、うん、その自分が極刑になるということまではさすがに考えてなかったんだろうという思いがします。それです、ごめんなさい、岩井さんに言いたかったことがいくつかあるんですけどね、もうちょっと最初に紹介したその橋垣っていうか、初めにあった、はい、その捉えにくい人物像を捉え直すことができればと大きくなってるでしょ、はい、この捉えにくい人物っていうのは日暮さんが言ってる言葉ですよね、はい、日暮さんが、はいはい、で日暮さんは東京裁判の研究者として私は全幅の信頼を置いている、まあ、一緒に本も書いて仲間なんですけども、で彼はそう言ってるからといって、さっきも申し上げたけど、そんなに信頼っていうか絶対しなくていいと思うんですよ、うん、岩井さんの本を読んで僕は気づくのは、武藤は捉えやすい人だった、よく分かるんですよ、はい、あなたの書きぶりを見ると、うん、武藤はこの局面ではこういうことを言ってる、この局面ではこういうことをした、しかしその背景を見るとつながっているところがある、うん、よって捉えにくい人物じゃありませんよっていうことがこの行間からひしひしと伝わってくる、うん、これはこの軍務局長武藤明だという本だと思いました、うん、なのでその先達を尊敬する姿勢は大いに褒めて差し上げたいと思うけども、はい、もう少しそれから解き放たれてお書きになってもいいんじゃないかなと思います。で細かいことを3点、はい、読み手に対する親切さ、まあ、リーダーフレンドリーという観点から少しお話します、はい、本書30ページ、30ページには、写真が載ってます。で何の写真かというと、大分風呂収容所付き将校として、はい、で右側のページに武藤の経歴と略歴として連帯や捕虜収容所勤務など下手のうちって書いてますよね、うん、なんで武藤がその大分の捕虜収容所に行ったのかって何も書いてないでしょ、うん、はい、これはぜひ書いてあげたらいいと。それは第一次世界大戦でドイツは敗戦国となって日本がその捕虜を引き入れた、はいはい、ドイツ語ができる証拠が必要だった、うん、そうですね、で武藤が一番ドイツ語ができたから大分に行かされたんですよね、うんうん、でそこはやっぱり書いてあげた方がいいだろうと思いました。で次108ページは突然出てきたその島田重太郎の最近出た本です、この軍事史学会の島田海軍大将島田重太郎備忘録日記1、はい、でこれに与内の話が控えてるんですよね、はい、でなんでこれ島田なんだろうとと僕は思いました。そうか、でこれはその後読むと分かるんです。読み進めると118ページで当時海軍省軍務局、海軍省の次官でしたっけ、海軍次官だったのが118ページですね。118ページに至って、あ、ごめんなさい、軍令部次長ですね、島田重太郎軍令部次長で、軍令部次長だったがゆえにこの海軍に関わっていたと、はい、というので、ぜひここは島田のことに触れてくださったらよかったんじゃないかな。分かりました。でもう一つ、これは解けない疑問だったので109ページなんですが、左の方、109ページの 1,2,3,4,5 行目真ん中、松井らとともに停戦交渉を行っていたったんですけど、はい、松井って誰だっていうところですね。つまり松井はね大将じゃないことは分かる。で大体その陸氏の22期あたりを見てみると、松井という姓の将軍が2人いる。松井拓郎ともう一人松井 なんとかの助というんですけど、はい、両方とも中国に当時いたんですね、はいはいはい、なので一体誰なのかなって、ここだけフルネームじゃなくてまず名字だけ出てきてこの人終わってるので、読み手の親切からするともう少しそこは書いてほしかったな。分かりました、ありがとうございますということです。あ、それとね、もう一つ、これで終わりです、はい、
速記録を重視しましょうとさっきお話ししました、はい、で岩井さん速記録も低いけども速記録にあるものを朝日新聞の本から引いてるでしょ、はい、知ってます。331ページ、はいはい、そこはやっぱり速記録から引いてきたかな、はい、と思います。以上です。今まだ53分までちょっと時間がありますので、3社間でのやり取りを、うん、まあ、できればやっていきたいなと思うんですが、その古川先生と石村先生の間でのその、まあ、応答って、まあ、なんかテーマ論じることありますかね。先どちらから喋ってもいいですけども、どちらから。じゃあ先生から、ね、でも私はさっきお話ししたんで。ああ、そうです。その板垣東條とということで、そうですね、まあ、私は割と研究としては、ですね、東京裁判になる前の人たちのことを、ああいう人たちの中でも、その裁判になる前の話をいろいろやってて、で牛村先生は、まあ、まさに裁判のところですよね。そこでどういうふうなことになったかということは、もう非常にきちっとテキストをきちっと読みながらお話、論じられたわけですけれども、まあ、この、裁判、東京裁判士官って、まあ、私の恩師が言い出したということでもありますけど、この士官というのがすごく便利だっておっしゃってたのは、例えば具体的には どういう意味でこれがあると分かった気になっているっていう言い方をされてます。例えば どんなことなんですかね、これ具体的に。東京裁判士官という言葉に関して言うのは、これはやはりその何かを批判したい人は必ずこれを使うと、うん、逆に言うと成果として残したいという人は東京裁判士官ということは絶対言わないですよね、うん、だからその言葉を見るだけでそのどういう立場から東京裁判にアプローチしているのかなということが見えてくる、うん、本当に良くないですね、うん、その A か B かじゃなくていろんな見方がありますよ、うん、ということだと思うんですけども、まあ、A か B かというか、A あるいは Not A という二項対立的な歴史の見方っていうのは良くない。それはさっきから話題になっているその、行動派と統制派、その川田先生の本、古川先生もなんとなくこう文句が湧き出すのが先からあったので、少しだけ私も話すと、読んでるとこの軍人は統制派だとか必ず出てくるでしょ。そんなのは色付けしなくたっていいと思うんですよね、うん、てかむしろ行動派とはと自分たちのことを行動派とも言わないし、うん、統制派とも名乗っていない、うん、だけど荒木や正樹のもとに集う青年将校たち、その陸軍大学を出ていない士官学校で辞めた青年将校たちがそのいわゆる行動派であって、それに組みしない、うん、そういう若い連中の発想がよろしくないと、うん、と言ってる人たちが、まあ、反行動派ゆえにその統制経済等々も言ってるから統制派と言われてるに過ぎないんですよね。だから間違った歴史の解釈として永田が暗殺された後統制派のトップに立った東條はなんて違いますよね、うん、むしろその岩井さんもさっきおっしゃったけど、もし永田の後の統制派の理論的リーダーってことは武藤しかいない。そしてあまりにも間が空きすぎてる、永田は16期で武藤が25期ですから、そこは空きすぎてる、なんかまあそれでまあ引き継ぐものがいなかったっていうふうになってるのかもしれませんけど、うん、でまあそんなことで士官という言葉を使うと、二項対立に陥る危険があって、うん、歴史の解釈というのはその二項対立で全て分かるものではない、うん、把握としては分かりやすいですね、はい、把握の仕方としては第一義的にはいいかもしれないけども、それを超えて読むのが歴史だと、うん、ということでいかがでしょうか。とてもよくわかりました。まあ、そういう二項対立にしちゃうと対話がなくなっちゃうということですよね、まあ、やっぱりちゃんといろいろ対話しながら深めていかないと、なんかもう決まった形で切って、それ言わないやつはもうなんか非国民みたいになりかねない、まあ、そういうところをまあおっしゃったんだなということをよくわかりました。他に、なんかそちらからあるいは岩井さん今のことですか。そうですね、岩井さんのコメントがあったら、はい、最後にいいですね。すいません。はい、すいません。私からなんですけど、ちょっとお二人のコメントを聞いての、まあ、感想といいますか、最後の返信みたいな感じになるんですけど、
本当に今お二人に言われたこと耳の痛いことばっかりで歴史をまあ書く人間としてまあそれと一応その肩書きで自称に過ぎないんですけど一応研究者なんて入れてる以上はちょっと踏まえなければならない基礎的な事項をまあ書いていくうちにちょっといろいろな他の事情をまあ理由にしてちょっと忘れちゃってるところがあったかなっていうのがすごく自分では思っています。で、まあ、もう一度、まあ、学部生とは言わないですけども最初に書き始めた頃ですとか、今言われた吉村先生古川先生に言われた点を踏まえながらちょっと、初心に戻るような気持ちでまた次回あればちょっと書いていきたいな調べていきたいなというふうには思っております。ありがとうございます。これで、まあ、僕なんじゃないか、じゃあ、やや早いですが、終わりなかなと思います。で、まあ、つまり、フロアの質疑に入りたいと思うんですけども、まあ、時間も、まあ、一応40、まあ、30分がたっぷりありますので、どうぞ、皆様、挙手いただければ。はい、お願いします。はい、ありがとうございます。私の本を通じて、そうやって好きになっていただくっていうのは、まあ、一般読者の方にとっては対しては一番ちょっと嬉しい反応かなというふうに思っております。で、まあ、梅津と武藤ですかとか多田と武藤の関係についてはですね、ご存知だと思うんですけども多田が、まあ、日中戦争初期に参謀次長になるんですけども、ほんの少しだけ武藤と、かぶってるんですよね。でその時のことについて、まあ、ただを調べている限りではあくまで私の調べた範囲なんですけど特に武藤について、まあ、言及しているところはなかったんですよね、はい、で武藤側の資料を、まあ、調べてみても特にただ早尾についてどうのこうのっていうのはあんまり言ってないと言いますか僕が見た範囲ではほとんど触れていないと言いますか目立つようなものはとりあえずなかったなっていう感じですね。で、はい、梅津と武藤についてなんですけども、はい、梅津はまあ、ご存知の通りほとんど喋らないといいますかあまり愛想が良くないといいますか他の人との関係が自分から積極的にフレンドリーにするというタイプで全くないんですね。で、まあ、武藤との関係で言いますとこちらも私が調べた限りということになってしまうんですけども特に、どちらかが何かを言っているっていう感じはなくかったですね。まあ、多少は触れてたかもしれないんですけども特に、ここで言及するような田中隆吉ですとか、まあ、石原莞爾ですとか石原と武藤みたいな洋風な感じはなかったかなというふうに思いますね。その、武藤が軍事課にいた頃梅津が、まあ、次官として、まあ、来るんですけどその時も武藤は割とすぐ関東軍に行っちゃうんでそれほど時期的にも、あんまり重なっていないと言いますか立場としてもちょっと梅津と武藤だと、まあ、若干離れているというのもあると思うんですけどもあんまり2人の関係性は、まあ、ただと武藤梅津と武藤両方取ってみても特に深いものはなかったかなというふうに思います。そういった意味で言うと、今村仁は結構永田とも絡んでるし、はい、梅津とも絡んでるし、武藤も絡んでるし、結構いろんな人と絡んでるっていう印象があるんですけど、はいはいはい、それはやっぱり回顧録が残ってるから、そういうのが分かってるだけであって、やっぱさっき、島さんもおっしゃったように、なんか梅津に関してあんまり自主、なんていうか、その、電気がないので、はい、さっきもおっしゃったように喋れないじゃないですか、はいはい、息子に対しても。はいはいはい、なので、やっぱそういう、さっきおっしゃったように、そういう、なんていうか、もともと深掘りして指導を、やらないと梅津の立体的なっていうのが見えてこないって感じですかね。そうですね。ね、すみません、そうです。はい、はい、感想。あ、いえいえ、ありがとうございます。そうですね。おっしゃる通り、梅津の発言はほとんどのもちろん陸軍次官だったし参謀総長だったんで公式なものというか、まあというのは残ってるんですけども、個人的なものっていうのがほとんど人がこういうのを聞いたっていう程度のものしかなくて、僕もその。検察局の事務調書、内村先生がさっき紹介されたのを梅津の証言がいっぱい載ってるんですけどそこまでちょっと調べきれてないのでひょっとしたらそっちを調べれば何か
言及してるかどうかっていうのは分からないんですけども、何かしらさらに得るものはあるかなと思うんですけど、ちょっと今の段階で僕が見つけたっていうのはないですね。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。軍機落ちた武藤の位置づけっていうのはその陸軍の流れの中でというよりもその武藤の人生の中でという感じですかね。そうですね、この時期の武藤のことを考えてみると、まあ、彼本人は部隊長勤務ができなかったことを、まあ、結構悔いているといいますか、病気でできなかったっていうのがかなり、後々まで開墾として残っていると思うんですけども、個人的にその、武藤が一番その、まあ、活躍したという言い方おかしいかもしれないですけども、能力を発揮したといいますか、彼の持っている軍人としての、まあ、人としてっていうのもありますけど、を発揮したのはこの軍務局長時代だったのではないかなというふうに思っています。もちろん軍人としてはの一番の仕事というものは部隊を率いて、まあ、戦闘に参加するとかそういうことになるかもしれないんですけども、一方で軍隊って武力は持ってますけど官僚組織なんですよね。でそれはまあ他の今ある他の官僚組織とも、まあ、もちろん違う点は多いんですけども共通点も多いと。そうなると、まあ、その事務的な能力とか、まあ、他の省との折衝ですとか外部との交渉みたいなことはどうしても官僚組織である以上やらないといけないし、中ではその中で、まあ政治との関わり、まあ、それがどの程度かっていうのはもちろん問題にはなると思うんですけども、そういうのを考えてみると武藤が持っている能力、まあ、事務官としてだけではなく時代的に陸軍の代表者として意思を、まあ、外部に、まあ、通すといいますか、陸軍の意思を実現していくというものを武藤がという人間が一番持っていたのではないかと。もちろん指揮官としての能力というのは、まあ、実際戦闘に参加していないからちょっとわからないですし、フィリピンでの武藤についてももう戦局がだいぶ不利だったし、もう戦いが始まる結構直前ぐらいに武藤が直前というか戦いが始まるぐらいの感じで武藤が来たんで、うまく測ることっていうのはなかなか難しいと思うんですけども、そこでもまあ、武藤の下にいる作戦担当の参謀が武藤のことを独裁的な才を持っているみたいなことを言ってて、まあ、作戦参謀としてはどうかと思うが、その独裁的な才を持っている、まあ、これはその本人の、まあ、武藤っていうイメージがあるかもしれないんですけども、組織の中で何だろうな、組織を仕切るといいますか動かすという、まあ、それをまあ政治と言ってしまえば政治と言えるかもしれないんですけども、まあ協議の政治、要するに実際に政治家と関わるということ以外にも組織人として組織の中で一定の地位を保って動かしていくというのは武藤の一番の、まあ、彼の中での特徴なのかなと思っていまして、そう考えると軍務局長時代っていうのは本人の考え方とは別にやっぱり、武藤という人間が一番発揮された時代なのかなというふうな気がします。すいません、こんな感じでよろしいでしょうか。どうでしょう。ありがとうございます。すいません、ご質問ありがとうございます。外国からの無投票ということなんですけど、本当に申し訳ないことに私は外国語が全くできないもので、その点については本当に分からないというふうにお答えするしかなくて、基本的に、まあ、今回に限らずほとんどの今まで書いたマグメズですとか永田ですとかもそうなんですけども、外国からの評価っていうのを私は全く反映できていないというか、そういう部分がありまして、今回のご質問についても申し訳ないんですけど分かりませんという質問を返させて答えを返させていただくしかないです。はい、申し訳ないです。分かる限りお答えします。まず東京裁判自体の知名度というのがニュルンベルクに比べて外国では非常に低い、
で東条は知ってるけどもっていうところなんですね。でそれはもうずっと変わらないと思います。でそれでですね、そのではその日本の被告について世界にもし発信した場があったかっていうと多分20年ほど前に1回あったと思うんです。それは小泉総理が靖国参拝を繰り返した時に中国側で反発を引き起こしたでしょう。あの時に妙なことが起こりましてね、その7人の処刑された顔写真を持って更新してるんです。抗議の更新をしてる。でそれによって例えばそれが日本に入ってきて日本でも東條以外にこういう人たちが7人の公式刑の先犯だったんだと分かるんですね。だから松井岩の顔なんていうのは多分あまり知られてなかったと思うんです。ところが中国でこうみんなが持って更新している。で木村平太郎だってそれで有名になったし、武藤だってそれで知られるようになっていると思うんです。ただそれは今お話したように一過性のものです。もし日本の総理大臣がまた同じように靖国を何度も繰り返して散髪することになれば同じようにして海外で反発が起こりその反発の副作用として知名度が上がるということはあるかもしれません。しかし私が知る限り武藤について書かれた論文もなければ武藤について言及したものも特になし。でそれはニュルンベルク の裁判の被告たちとは候補の対象だと思います、まあ、ヒトラーもヒムラーもゲッペレスもいませんでしたけどもゲーリングはいるしリッベントロップはいるしとうとう、あと陸軍のカイテルだとかねヨードルでヒトラーが後継者に指名したデーニッツなどのみんな有名人です。それに比べると知名度は非常に低いよって関心を持たれないということだと思います。じゃあ、私もご質問だったんですけど、まあ、今のはちょっと牛村先生の話 と, ちょっと関連しますけれども、そもそも例えばニューヨークタイムズとか見ても太平洋戦線の話ってすごい扱いが小さいんですよね。やっぱりヨーロッパ戦線の話の方が大きくて、やっぱりヒトラーとかああいう人たちはしょっちゅう出てくるけれども、日本側の個人名はほとんど、まあ、首相と、せいぜい昭和天皇ぐらいなので、やっぱ武藤はほとんど認知されてないんじゃないでしょうかね。そういう意味でそのヨーロッパ世界とか国際的に言えばされてないので、まあちょっと評価も多分、そもそも存在しないぐらいの感じであったのが実際ではないで、やっぱりアジア の, ところの戦争なので、例えばアメリカヨーロッパから見れば非常にこう扱い小さいし、まあ中国でどう報道されてたかっていうことだったらまたちょっといろいろ考えは、武藤は実際中島方面に行ってあそこでやってますから、またちょっと考えようもあるかもしれませんけども、まあ、国際的点で言えばせいぜいアジアでどうだったかってことをちょっと調べたら面白いかもしれないなっていう感じじゃないかなと思いました。時間的にも、ちょうど終わり時間になっちゃいましたが、これで、閉会を終わります。一言いいですか。はい、はい、会場をおそらく代表して著者に一つ質問します。次何書きますか。ありがとうございます。全然決まってないんですけど、ただ学部生時代からこれだけは書きたいって思ってる人が2人いまして、1人が平泉清なんですね。東京帝国大学の国史を教えてた教授なんですけど、まあ、あまり有名な人ではないですけど、そうですね、皆さんのはご存知かと思うんですけど、一般的には多分あんまり有名ではないという思うんですけど、まあ、いわゆる広告史観の代表的な歴史家というふうに、まあ、戦後ずっと言われてて、で彼は近衛文麿ですとか東條英機とも仲がいいといいますか、結構関係が深くて、でだけど戦後、まあ、当然そういう立場だったんで、まあ、否定的に見られることがほとんどだとだったんですけど、しばらく経ってから彼の研究についてはかなり評価されるところが増えてきたんですね。検問体制論とかそういうことに、検問体制論という、まあ、中世史の、まあ、そういう歴史用語みたいなのがあるんですけど、それに影響を与えているのではないかとか、あと有名なところで言えば網野義彦さんが彼の、研究をすごい評価していまして、
でそういうふうに考えてみると大正時代に出した大正昭和期に出した平泉という一人の研究者の歴史学の論文が、まあ、数十年後もまだ参照される。しかもその間に、戦争という、まあ、大変革期があったにもかかわらずまたよみがえるような形で参照される。かつ彼は戦後の保守主義的な、まあ、運動とかそういうのにも結構関係が深くて彼の弟子の方がそういうのに関わっていたりもするのである意味その戦後論壇でも無視できない人物というので僕はずっとその学生時代にちょっと平泉についての論文を書いてまして、あ、卒論だね、卒論です、あ、すみません、はい、学生時代 その卒論が平泉だったんですね。平泉清の政治的活動ということをテーマにしてやったんでやっぱりその彼の全人像というかそういうものを書きたいというのがあります。でもう一つはですね平泉はちょっとまたやるにはいろいろ準備が必要かなというふうに思ってるんですけど今まで僕軍人の伝記いろいろ書いてきてやっぱりその総決算といったらおかしいですけども集大成的に書いてみたいと思っているのがアナミコレチカでして僕がその近現代史に興味を持つきっかけが九条事件だったんですね。玉音放送の前日から、まあ、当日にかけて、まあ、陸軍将校が反乱を起こして、まあ、終戦を、まあ、阻止しようとポツダム宣言の受諾を阻止しようとした、まあ、ご存知の通りなんですけどもそれに、まあ、ちょっと関係があったアナミコレチカ、まあ、戦時中では、まあ、実質的には最後の陸軍大将かな、大臣かなっていう感じなんですけど僕は彼の自決ですねもう知った時にすごい衝撃を受けまして、まあ、中学生とかそのぐらいだったと思うんですけど、まあ、九条事件のドキュメンタリーをやっててそれを見た時に九条事件に参加した将校がインタビューに答えてるんですね。その時どうだったかみたいなことを喋っててで、かつアナミコレチカという人物が切腹して、まあ、死んでいる自決しているというのを知ってなんか自分の中でそのすごい違和感というか腹を切るなんていう死に方は自分の中では時代劇とか戦国時代だとか江戸時代とかそういう時代のものだっていうふうにずっと思っていたんですね。自分とは全く関係ない時代的に全く関係ないものだっていうのを思っていたんですけどアナミの当時に生きてた人がまだテレビに出て喋っているっていうのがすごい衝撃的 でかつその彼の死に方といいますか最後の、切腹という方法で、有名な意思を持って大罪を射して奉るという遺書を書いてますけどそれについてやっぱその遺書もすごい印象に残ってて大罪って何だろうなっていうのが僕の中でやっぱり、陸軍とかそういう近現代史に興味を持つきっかけだったんですね。遠いようで近い近いようで遠い、近現代史昭和史の、まあ、代表的な人物といいますかきっかけになる考えるきっかけになったのがアナミだったのでアナミについてはその、まあ、なるべくそろそろといったらどこにも予定があるわけではないんで言えないんですけどやりたいなぜひやりたいなっていうのはずっと考えています。すいませんありがとうございました。ありがとうございました。この部分が聞けただけもすごい間違ったなと思いますでまあ、これで終わりにしたいと思います。まあ、武藤明という地味な人間もよくもこんなに魅力人っていう感じで三木の先生方ありがとうございました。すいません最後にちょっと一つだけ、はい、すいません最後に一言だけご挨拶させていただきたいと思います。本当に今日はフォーラムの松井さんはじめフォーラムの皆様ありがとうございました。それから学部生時代からずっと恩師としてまあ、戦後その後もたびたびお世話になってきた古川先生あと今日牛村先生とも初めてだったんですけど本当にありがとうございました。それと皆様はですねまあ、ちょっと私人前で喋るのはあんまり機会も多くないですし得意な方ではないのでちょっと拙いお話になってしまって時間的にもまあいろいろオーバーしてしまったりしたんですけどご清聴本当にありがとうございました。ですね今後も、まあ、研究者なんて自称に過ぎないんですけどもまあ、少しでも皆さんに、まあ、その肩書きがふさわしいと思っていけるよう思っていただけるような、まあ、本を書いていきたいなと思っておりますので、まあ、今後とも温かいご支援をいただければ幸いに存じます。本日は本当にありがとうございました。